ははいいいいさんこんこにちは、えー、歴のの森山ですす合格講座、えー、民法の第1回始めていきたいと思います、まあ、前回、えー、全体構造編3回終わりましたけれども、えー、それを受けて今回から本論編民法の方に入っていきます。ですから今回からの講義はしっかり復習、えー、これが必要になります、えー、つまり前回、えー、全体構造のところでお話した通り、えー、講義で聞いたことをしっかり理解するこれ、今日のうちにある。 え今日夜ですが帰りの電車とかでしっかり復習するで携帯使用書,書の該当箇所をしっかり左のページ覚えてもらって右のページの問題が解けるようにということを毎回毎回の講義で繰り返していただければという,ふうに思います。でこののに関しては、まあ、あのー いわゆるですねウェブのフォローといった形がもう秋生ですでに収録しているものが配信されているというふうふに思いますから例えば通信で春生を申し込んでいる方はこの秋生の講義をガンガン進めていくということでもう、まあ、配信がされていると思うんですけどもこんな生クラスの春生に関してはちょっと、うん、不動産登記の学習がもう途中から入ってきます。 ですから不動産登記に必要な民法のところを先にやっていきたいと思いますのでちょっと通常のウェブ配信されているクラスとは順番を変えたりしてお話をしていきたいと思いますから通学されている方はしっかりこう通学を聞いてもらえばいいかなというふうふに思いますしでこの渋谷の通学のウェブフォローがこの民法だけはかなり長くフォローされていることになっていると思います通常であればですねもう2週間で消えてしまってあとは通常のウェブフォローも空き巣で収録したものを見てくださいという形になると思いますが。が この春生の民法だけは通常の秋とは順番変えたりしてえ皆さんが勉強しやすいようにえこのタイトなスケジュールの中でも勉強しやすいようにお話をしていきますのでちょっと順番を変えてお話をするえその関係でその欠席フォローなんかもこの渋谷で配信されている欠席フォローの方を見てほしいとえ通常のウェブで配信されているものではなくえこの民法のえ春生の 欠席フォローとして配信されているものを聞いてほしいということでそちらの視聴期間が長く設定されていると思いますパンフレットのスケジュールの下の方に多分書いてあると思いますがそんな形になりますのでぜひご了承いただければというふうに思いますでは早速始めていきましょう今回から民法の総則のテキストを使っていきますでさらにその次のテキストを聞くときには次は何巻目を使いますから持ってきてくださいと2回後から使いますよという形で少し2回ぐらい前から皆さんが次どんなテキストを用意するか するああいった形で用意していきますので、まあ、じこの総則の後はちょっと親族相続に行く予定ですので、えー、親族相続を持ってきてくださいとああいった形を、えー、例えば何回か前にお話をしていきますからちょっとそこを指示を従っていた,いただければという,ふうに思いますでしばらく総則を使っていきますのでこの総則のテキストと、えー、それから講義ノートですねこの2つをご用意いただければと思いますで携帯消費所の復習用とすれば民法ですね1巻目の民法これを用意していただければいいですねまたた不動産等聞いたら2巻とかそんな 形になりますが、まあそこはおいよ用意していただければいいので、もう講義のたびに用意していただければいいですから、いきなりもう全部買うというのではなく、えー、まずは民法の方を用意して、それで講義を聞いていただければいいかなと、あ言ったところになります。それでは始めていきましょう。まずは民法ですね。で、ブレイクスルーテキストを開いていただければと思います。で、ブレイクスルーテキスト、まずは四ページのところから民法除雪と書いてありますが。 このあたりは全体構造編でお話をしたことですから大丈夫かと思いますまず4ページ単語だけ拾っていくと不当地のところ意思表示まあ申し込みの意思表示と承諾の意思表示で契約は成立するんだとそれから人に対する権利が債権で物に対する権利が物権だということですから特に問題ないかと思いますし5ページの図 こちらも契約はどのように成立をしてどういうふうな権利が発生してっていうことはこれ講義のとき詳しくやりましたよね債権債務が発生するよとか所有権が移転するよとか一思主義ですよとこういう単語を私がお話をして皆さんがあ覚えてるよっていうふうになっていただいているのであればありがたいかなというふうに思いますそれから六ページ七ページについても全体構造のところでお話をした、まあ、皆さんがこれから勉強するのは判例ですですから最高裁が あ、下した判断え、これを勉強してもらうことになりますが、まあ、学説というのもありますが、それはこの試験ではほとんどいらないとくとくえーとえー、時々ですね。学説対策ってことでお話をすることがありますが、まあ、民法なんかの場合にはほとんど学説問題は影を潜めておりますから、まあ、基本的には判例を覚えていただければ結構です。学説問題が未だに被災される傾向があるとすれば憲法ですね。だから、憲法には学説対策って形でお話をしていきますが、あ、民法はほぼ。 条文、判例といった知識を入れていけば OK です。ほんのちょっとだけ学説問題対策という形で今日もお話をしていきますからそういうところだけ少しお付き合いをしていただいてあここはちょっと勉強しようかなという形で講義で聞いた部分についてはやっていただければいいですがあとは学説なんていうのはパスしていただいて全然構いません。では次ですで今度は6ページから7ページにかけては解釈ですが分離解釈、反対解釈それから類推解釈なんてことをですね、えー、もう一度復習をしていただければ OK です。 では勉強の方に入っていきましょう、9ページです、試験の主体ということで、まず民法の勉強とすれば試験の主体え、つまりこの民法の主役ですね、えー、誰が主役なのかといったその民法の登場人物え、これをお話をする形になります。まず、講義のテキストの10ページ、テキストのの10ページところを出してくださいテキストの10ページのところを出してください。 テキストの十ページのところを出していただくとまずみ能力についてのまとめが載っておりますからその部分からお話をしていきますこちらに図表がありますが図表の三です皆さんに覚えてほしい言葉三つあります三つの言葉をまずは押さえてほしいんですが権利能力意思能力行為能力ですで、責任能力については今のところはパスをしておいてくださいこれ不法行為だけの細かい問題ですからあとりあえずは 権利能能能力力力意思行為能力この3つの能力をしっかり押さえておいてくださいまず権利能力これは司法上の権利義務の主体となりうる地位資格え司法上の権利義務の主体となりうる地位資格といった形になりますでここで1つ押さえてほしいのが地位資格というふうに書いてある点です地位資格つまりこれは 頭の良し悪しの能力の問題ではなく地位があるかないか地位があるかないかの問題なんだというふうにまずは認識をしてください能力があるかないか頭がいいかどうかとか何ができるかとかではなくもう地位があるかどうかの問題なんですで、 全体構造でお話した通り民法というのはこの財産蓄えゲームのルールですよ財産蓄えゲームというボードゲームみたいなゲームに我々は参加しているそのプレイヤーだってお話を。 全体構造でお話をしたかと思います資本主義社会ですから我々はこの資本主義社会で生きてますそこでは財産をどんだけ蓄えることができるかっていうゲームにもう日夜参加してるわけですよ昼は取引をしてで夜は家族で過ごすとその夜の部と昼の部のルールをきちんと民法が決めてるんですねつまりこのボードゲームのルールこれが民法なんだって形になりますこの権利能力というのはそのボードゲームへの参加資格 ボードゲームへの参加資格この民法の世界に参加することのできる資格えこれが権利能力だって形になりますだから権利能力がなければこの民法の世界に参加することができませんから民法のルール通りのことをすることができませんつまり契約をして所有権を取得したりお茶の 所有権を取得したりあるいは債権を持ったり債務を負ったりすることができないんですねこのような契約をする債権を負う債権を持つ債務を負う所有権を持つそのような資格これが権利能力だといった形になりますだから例えば猿は権利能力ありません。猿っていうのはは多分チンパンパジーなんかは 人間の赤ちゃんより賢いかもしれないですよねもう人間の赤ちゃんなんて生まれたばかりであれば寝返りぐらいしかできないですがまあ、寝返りもできないですよねいつか寝返りできてわーなんて喜ばれるぐらいですから寝返りもできない言葉も喋れないそれよりはチンパンジーの方が何百語も理解できるということで賢いですがじゃあチンパンジーはじゃあ民法の世界に入ってくることができるかというとあ、チンパンジーは資格ありませんってことで民法の世界に入ってくることはできませんから所有者になることができない登記簿に所有者チンパンジーなんとかくんとかって名前載せることはできないわけですね 生まれた赤ちゃんは権利能力がありますから例えばお,おじいちゃんがですね赤ちゃんにこの不動産をあげようっていうふうに贈与すれば赤ちゃんの生まれたばかりの赤ちゃんの名前を登記簿に載せることはできるわけですよ。このように権利能力というのはその能力とは関係なく地位・資格の問題なんだ権利能力があれば民法の世界に入ってきて権利者になったり義務者になったりすることができますけれども権利能力がなければ民法の世界に入ってくることはできないんだこういった形になります。 あの将棋の世界であの小学生名人戦みたいなのがあるんですけれどもこれって小学学生生しか参参加加すすするるここととははでででききないですねもう中がません将棋が上手いい下でではないんです、えー、将棋がルールがよくわからない小学生だって大会に出ることができるしもうルールをよく知ってる中学生は小学生大会だから出ることができないということでその地位視覚のことなんですよっていうふうに押さえてください。 でまあ将棋大会でお話をしましたこのボードゲーム民法の世界のボードゲームですが将棋大会だと一緒です将棋大会だって参加資格はなければ参加できないですからねでは次です今度は意思能力でこれは今度は本当に能力の問題で意思能力というのは自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力です自分の行為の結果を分かってますって能力自分の行為の結果を分かってますって能力です 例えば将棋でいうとルールを知ってる指し方を知ってるってこと歩を1個前に出すと歩は1個前に進めますとか飛車は敵陣になると竜になりますとかこういうふうに動きを知ってますよルールを知ってますよ っていうのがこの意思能力ですね。将棋をさせるってこと、つまり契約を結べるってこと。私は意思表示ができますから契約は結ぶことができる能力があるんですよっていうのが意思能力って形になります。後でまたお話をしましたがしますが、例えば小学生に入ったぐらいの能力が要求されます。例えば幼稚園児がですね、3歳ぐらいの子供が、僕これ 本持ってるからなんとかちゃんにあげるよとか言ったってそれは売買契約は贈与契約は整理しないよねってことですね。意思表示ができる能力があることを意思能力と言って意思能力があるから契約を結ぶことができるんだ。 ルールを歩が1個前に進めるってことが分かってるから将棋がさせるのと同じようにえ自分が売買契約をしたらお金を払うことになるんだなと贈与したら自分のものじゃなくなるんだなと分かってるから契約を結べるえこれがまあ意思能力ですね意思能力なければ契約は結べませんで次行為能力ですこれはさらに上級の能力で自らの行為によりえ法律効果の効果を確定的に事故に帰属させる能力ですね まあ例えば将棋でいうとちゃんとルー,ルール知ってるだけではなく強いですってことちゃんと勝ち方を知ってます定石を知ってます詰め方を知ってますってことだからちゃんと強いですよとこの人一人前の力がありますよってこと。 これが行為能力です。で民法では行為能力がない、えー、認知症なんかの人を未成年非公認人とか年齢がいってない人を未成年者なんて形で、えー、行為能力が制限されている人っていう風に扱いますね。で行為能力があるからこそいいかもにならないで一人で、えー、大会に出ることができるんです。例えば将棋大会で。 もうルールーは知ってる意思,意思能力はどうにかあるんだけれども,もう指し方も定石も勉強してませんって言ったら俺と誘うぜっていいかもになってもうなんかゼロ勝50敗とかになっちゃうわけですよねそれはかわいそうじゃないですかまあ将棋だからしょうがないですけど実際の契約でわけわかんない契約ばっかり結ばらされちゃってみたいなことになったらかわいそうですからどうやって保護するかっていうと、まあ、まずは保護者をつけてあげる。 でもし勝手に刺しちゃったら待ったを許してあげるこれ待ったっていうのは取り消しのことですね。 だからアドバイザーをつけて、まあ、保護者です保護者をつけて待ったを許してあげるといた形になっていきますね。まあ、今、具体例でお話をしてますがイメージをお話をしてますが一つ一つ、これから詳しくお話をしていきますからね。という形で権利能力これが民法の世界に入ってくる地位資格でこれがあることで権利者や債務者になれるんだとで意思能力があるから意思表示ができるんだで行為能力があるからもう一人で有効な契約を結ぶことができるんだあ行為能力がない人が勝手に 勝手に結んじゃった契約は取り消せますよこんな形になりますで、この、えー、行為能力えこれは、えー、まあ、かなり上級の能力ですからまあ、未成年者にはなくて、えー、成年者になったらあるよとかこういう話になってきますでは行きましょうか11ページこちらが権利能力のお話になりますでは権利能力行きましょうえ漢字の1番創設え2行目の後ろからチェックですこの権利義務の主体となり得る地位資格のことを権利能力と言うんだってことさあこれはさっき言った通り 地位資格のことですだから猿はバナナを所有することはできません生まれたばかりの赤ちゃんは贈与すれば不動産の収有者になることができますが猿はバナナを所有できない猿は権利能力がないからだ登記簿に名前を載せることができる能力ですね所有者 A っていうふうに名前を載せることができる能力猿は所有者になることができませんから登記簿に所有者として名前載せることはできないわけですで次チェックしてくださいこのの権利能力を有するのは 自然人と自然人以外のもので法が権利能力を与えた法人とに区別されますさあ今日覚えるべきこと1つ出ました権利能力を有するのは自然人と法人ですこうやって覚えなければいけないもちろん携帯使用書の1ページの一番最初も総用の式摘書いてあります権利能力を有するのは自然人と法人ですこうやってチェックしたところはちゃんと覚えるわけです自然人と法人です ということで権利能力を有するのは自然人と法人講義を聞いて理解するだけではなく覚えるべきところはしっかり覚えていくってことですねもちろん、えー、今は携帯出身見なくていいんですが復習の時に見ていただければちゃんと載ってますからね、えー、その載ってるものをきちんと覚えていくってことですまあ見てる方は載ってるでしょ載っ,てるも載ってるものを覚えるわけですよさあいきますよじゃあ自然人って何ですか自然人っていうのは名前だけ見るとなんかターザンかなんかと思いますがそうじゃなくて我々人間のこと ここのの教室にいいる皆さんのことと自然人と言いますつまり自然に人なんです皆さんは誰かから「お前は人だ!」っていうふうに認められて人になったわけではなくもう自然に人ですよねだから自然人と言います権利能力を有する人を人っていうわけですよ権利能力を有するものを人と言いますでその人の中で生まれながらに初めから人ですよっていうのを自然人と言いますちょっとここ見てくださいほら 権利能力を有するつまり試験の主体イコール権利能力を有する人ですが権利能力を有するのを人っていうわけですでこの人の中で生まれてもう当然に人なのを自然人と言いますから我々人間のことを自然人というわけですじゃあ逆に自然人じゃない人っているんですかというと法人です 民法は法人にも権利能力を認めてますつまり法人もこの民法の世界のプレイヤーとして参加して契約を結んだり不動産の所有者になったりすることができるんですね例えばレックっていう会社も法人です法が人って認めたんですですからレックという会社も契約を結ぶほら皆さんと抗議提供契約を結んでますよね結んだりそれからレックがビルを買ったり でビルの所有者になったり、えー、この,しょこのビルの所有者はレックですよというふうに名前を載せることができたりするわけです。ということで会社も民法の世界に参加して取引主体になることができるので権利能力者だといった形になるわけです。よろししいでしょうか。 で法人契約なんていうのが聞いたことがあると思いますがまあ法人が契約をしていけば法人契約ですけれどもえ例えば皆さんだっていろんな法人と契約結びますよレッグだけでなく例えば電車乗るのであれば鉄道会社とまあ運送運用の契約を結ぶしえそれから あのなんか荷物を届けるならばクロネコヤマトとかと契約を結ぶし、それから携帯電話を使うならばドコモとか A.U. と契約を結びますよね。それは法人だって契約の主体になったり、法人だって債務を負ったり、権利を取得したり、所有者になったりできるので、当然権利能力があるよってことがわかるかなというふうに思います。この民法の世界はこの自然人だけでなく人が集まった法人なんかにも権利能力を与えてるんだといった形になるわけです。で、どういうのが法人として認められるのかっていうのは後でお話をしますが、法律が 一定の要件を満たしたし人に権利能力を与えてます例えばレックは会社ですが会社法という法律があってその会社法に基づいてえこういう要件を満たすとえ株式会社って形で、えー、権利能力を上げるからねとかあるいは 皆さんがそうですね私立学校とか私立の大学とか行ってる方はその大学は学校法人という権利え学校法人という法人ですがそれはもう学校法人の法律がじゃあ法人格つまり権利能力を与えようというふうにしてるわけですねその他にも宗教法人だとか合名会社だとかいろんな法律がいろいろな要件を作って法人認めてます例えば皆さんが医者にかかる時の医者なんとか内科だって医療法人という法人ですよ。でですからそんな形で もういろんな法律がそれぞれの、うんまあ、要件に従って規定を作ってその規定を満たせば権利能力与えますよって法人として認めてる。 でそれが権利の力がありますで皆さんは会社法で会社って勉強しますが会社も法人の一つですからねもう会社だけが法人なわけではありませんなんか会社勉強するとなんかその団体は全部会社かと思いますがそうじゃなくてもういろんな法律がありますから学校法人宗教法人えですからそのいろんな法人の中の一つとして株、えー、会社法で認められた法人である株式会社が存在するんだといった形になります、まあ、そのあたりを、えー、今は分かっておけばいいかなと思います。 ではこのように自然人と法人に権利能力があるよってことが分かっていただけたら次行ってください、12ページです。で12ページの頭のところですがじゃあ自然人っていうのはいつからいつまで権利能力があるんですかあ自然人はいつからいつまで権利能力があるんですかというとえここに書いてある通おり、まあ、画面にも出てますが出生から死亡までですね。出生から死亡まで この間に権利能力がありますだから生まれてから死亡するまでが権利能力者なんですで、皆さん相続って聞いたことあります相続人間が死亡すると相続が起こって例えばお父さんが死亡してしまうと亡くなるとお父さんの財産を子供たちが承継しますよねこれが相続なんですがなんで相続が起こるのか 死亡すると権利能力がなくなるからですで権利能力がなくなるってことはそのお父さんの持っている権利や義務や所有権などが全部そのまま維持できないわけですよつまり権利能力なくなるからお父さんのものっていうふうに言うことができなくなりますだから無主のものになることを防ぐために相続人に権利が承継するわけですね権利者になれるるのは生きてる人だけですだから死んだ瞬間に権利者になれないから権利者に権利が移るんですよこれが相続です だからそこに書いてある通り、なんで相続というのが死亡すると起こるんですかというとそれはあ死亡によって権利能力がなくなるからだから権利能力がなくなるからその財産を、えー、その亡くなった人がそのまま有することができないだから相続によって権利を承継することになるんだというのが理屈になりますではここからこの出生と死亡ですね、えー、出生と死亡これを詳しく見ていく形になりますでではは、まず出生なんですが、これは おお母さんのお腹から生まれでこれ多分試験に出ませんがあの、まあ、これから勉強の、うん、ちょっと思考回路作りとしてお話をしますが刑法では出るんですけどねこの出生というのはいつですかというとここ通説は生きて母体から完全に分離した時つまりお母さんのお腹から完全に分離したお母さんから完全に出てきたこれを全部露出説と言います。 赤ちゃんがお母さんの中から全部ポンって出てきた瞬間に権利能力者になるんだということなんですねこれは民法の世界ですただ刑法刑法も皆さんは試験範囲ですが刑法では一部露出説を取りますつまりお母さんから一部出てきた瞬間にもう、えー、人というふうに扱われますこのように出生で人になるのは民法でも刑法でも共通してるんですが民法は 生きて完全にお母さんから分離した時に人になるのに対して刑法では一部でも露出すればまあ赤ちゃん普通頭から出てきますが頭から出てきた瞬間頭がちょっとでも出た瞬間にもう人として扱われるんだという違いを抑えてくださいね。なんでこんな違いがあるかというと前にも言いましたがこれ 「出生」という言葉だって趣旨が違えば解釈が,解釈が違う趣旨が違えば解釈が違うということの一つの例なんですだからちょっとそれを練習したくてお話をしてるんですが、まあ、試験に直接出るっていうよりはそれを知ってほしくてお話をしてるんですけれども民法の出生って 権利能力を取得すするための要件ですよねで権利能力はこのボードゲームのプレイヤーになることです。ってことはプレイヤーと言えるためには独立した存在じゃなければいけないから完全に分離して一人のプレイヤーになる必要があるわけですよだから全部露施設なんですじゃあ刑法の出生というのは人になることを出生と言いますが刑法の趣旨は何かというと人を殺すとか人を障害するって形で直接に攻撃できるかどうかが分かれ目なんですね。 そうすると頭だけでも出てくればその赤ちゃんのに攻撃できますから人として保護しなきゃいけないんですあっだめだよこの人を殺したとかこの人殴っちゃだめだよって形でもうちょっとでも頭が出れば直接殴ることができますからいや殴っちゃだめだよ、えー、障害者だめだよって保護しなければいけないだから一部の露出すれば露出すれば人として扱って人として保護していくって形になるわけですね直接攻撃できるかどうかが基準なんです、まあ、このように。刑法のの人人っていうのは殺人罪とか傷 障害罪とか暴行罪の虐待として保護していこうって発想ですから一部でも出てくれば攻撃ができてしまうだから攻撃を防ぐためにそれを人として扱って 犯罪を防ごうとしているわけですねこのように刑法と民法では趣旨が違いますから当然解釈が違うで解釈が違う結論が違うということになる,なるといった形になるわけですよろしいでしょうかとにかく民法では全部露出説を取っていて完全に母体から分離した時に人として扱ってこの民法の世界のプレイヤーとして扱われるんだ権利義務の主体となることができるんだということになるわけです で人は出生によって権利能力を取得しますからお腹の中の赤ちゃん生まれてない赤ちゃんこれ胎児と言います胎児は権利能力がありますかって言われたらどうですかちょっと考えてください。出生で権利能力を取得するということはお腹の中の赤ちゃんは胎児はまだ生まれてないですから出生前ですよねってことは権利能力がない。 胎児には権利能力がないということになるわけです、えー、漢字の3番胎児の方に行きます原則チェックしましょう、えー、チェックしてくださいここです胎児には権利能力が認められない胎児には権利能力が認められないああいった形になりますこれ簡単ですだって胎児は出生してないんだからでこれ次のページの頭1行目もチェックしちゃうといいですが胎児はまだ出生しておらず 人でではないのであるから権利能力を有しないよってて形で押さえてください出生で権利能力が発生するんだから出生前の退治には権利能力がないよねという理屈ですただ少し気になるのは「本来はずだ」っていうこの言葉遣い。 皆さん論理的に考えていかなければいけないので胎児に権利能力があるのはこういう場合ですっていきなり飛びつかないでくださいまずはしっかり胎児には権利能力がないのは原則だって抑えた上でただ例外的に権利能力がが認められるる場合があるわけですこういうふうにちゃんと論理的に考えないといけないですよ前にも言いましたが法律は 不都合があるとルールーを曲げますだから出生で権利能力を取得すると言ってもやだだね胎児に権利能力を与えておかないとまずいことが起こるんですよおじゃあルール曲げてその場合だけは権利能力を例外的に上げよっかっていう発想になるわけですねだか,らだからといってこの場合に例外から飛びつくと間違いますまず胎児には権利能力がないこれが原則ですから原則と例外をきちんと意識して勉強しないといけないわけです。 だって原則と例外をちゃんと勉強すれば胎児の権利能力例えば、贈与について権利能力がありますかって言われたら、えー、それはちょっと考えたことがなかったなっていうふうになってしまいますけれどもちゃんと原則と例外を意識しておけばこれ今からチェックしますけど以下の3つについては権利能力があるつ,つまり、すでに生まれたものと見なされると書いてあって不法行為に基づく損害賠償請求相続、遺贈の3つです。 で原則と例外を意識して例外3つなんだな例外3つなんだなってしっかり抑えるそうするとそれ以外にあれば権利能力ないって分かるからで本試験ではピンポイントで覚えたこと以外だって出るんですよこれについて権利能力ありますか対峙にいやそれは考えたことありませんって話になっちゃいますけど原則ないんだ例外3つだけあるんだってちゃんと原則と例外を意識すればこの3つ以外であれば 覚えてなくてあって権利能力ないって判断できるわけですだから原則と例外をしっかり意識することで大事なんですよということで例外3つだけ不法行為に基づく損害賠償請求権と相続と依存については大事にも権利能力があります大事にも権利能力がありますなぜかというとこの3つは大事に権利能力を与えておかないと可哀想だから大事に 権利能力を与えておかないと可哀想だからといった形になります。テキスト13ページの上から2段落目を見てください。例えば。 出生前に父親が死亡した場合父親の遺産は他の相続人に帰属することになりたとえ父親が不法行為によって死亡した場合でも胎児は加害者に対して損害賠償請求ができないことになっちゃうよとでこれではかわいそうだからそこでのあとチェックです民法はこのような不都合不公平をできるだけ少なくするために不法行為による損害賠償請求相続依存について個別的に胎児をすでに生まれたものとみなすことにしたんだつまり権利能力を与えることにしたんだ胎児に 権利能力があるのはこの3つだけなんだよ。ということを認識をしておいてください。じゃ、逆に言うとなんでこの3つの場合には胎児に権利能力を与えておかなければかわいそうなのかということになります。ちょっとそれを具体例で見ていくことにしましょう。で、具体例として。こちらを見てください。講義ノートの1ページ講義ノートの1ページ。 のの権権利利能能力力です胎児の権利能力まず頭のところで C が胎児である間 Y のお腹の中にいますつまり Y がお母さんですねで父親が死亡しましたってことで、えー、このですね C が胎児なんですが下に家系図があります C が胎児なんだけれどもその C がお腹の中に Y のお腹の中にある間に X が死亡してしまいましたと。 Y のお腹の中にいる間に X が死亡してしまいました。で例えば X が300万円残して死亡しました。遺産300万です。でこの時にもし胎児に権利能力がないとなったならば、まあ本来であれば Y も相続人ですが、ちょっと子供たちで財産を分けることを考えましょう。そうすると。 X が死亡した300万についてはじゃあ、権利能力者は相続できますよじゃあ、A が 150B が 150C はまだお腹の中にいるから権利能力ないよねじゃあ、ゼロだってことになってしまうでこの C があと2週間早く生まれていればまあお父さんの死亡に間に合って権利能力は取得できたのにとそうすると。 100100100 100 100で弟 C にも相続分があったのにってことになってしまったら C かわいそうですよねちょっと生まれるのが遅かったばかりにまあお父さんが死亡してから生まれたばかりに相続分がないというのは兄弟間で不公平ではないかといった形になるわけですですから兄弟姉妹である AB に比べてかわいそうじゃないか いうことでそのような不公平をなくそうということで胎児にも相続について権利能力を認めよう胎児にも相続について権利能力を認めようということになったわけですというわけでこのように個別にあこれ胎児にも権利能力なければかわいそうだよねってものを3つピックアップしてその場合には胎児に権利能力を与えたんだといった形になります。で相続もそうだし遺もそうですね遺贈というのは遺言で財産あげること遺言で財産あげること。 例えばおじいちゃんがかわいい孫たちに財産をあげようって遺贈しようと思ったんですがじゃあ A, A 君にはこれをこの土地をあげる B 君にはこの土地をあげるああ C 君はまだお腹の中にいるから遺贈できひんわなんてことになったらかわいそうですよねだからちょっと生まれるのが遅かったばかりに遺贈を受けることができないのはかわいそうだってことでもう一つが何 不法行為に基づく損害賠償請求これはさっきの抗議ノートの事例でいいんですが X お父さんが交通事故で死んじゃった。 お父さんが交通事故で死亡してしまった時に加害者に対して身内は損害賠償請求ができますよくもお父さんを死なしてくれたなって損害賠償請求ができるんですね生命侵害に対する損害賠償請求は身内からもすることができますがそうすると A はよくもお父さんを死なしてくれたなって損害賠償請求ができるで B もできるあ C は お父さんが交通事故ににった時にまだお腹の中にいたから損害賠償請求権権は取得でできなないいよよねねね利能力ないもんっって言ったらかわいそうですよ、ね、あとちょっと生まれるのが早ければ損害賠償請求ができたのにちょっと生まれるのが遅かったばかりに損害賠償請求ができないのはかわいそうではないかってことで不法行為による損害賠償請求についても胎児の間に権利能力を与えた胎児に権利能力を与えたって形になるわけです。というわけで。 この3つ、胎児に権利能力があります。逆に言うと胎児は原則権利能力ないですがこの3つの場合には権利能力がないと不都合だから胎児にも権利能力を与えたという形になるわけです。えー、と3つ覚えましたね。顔上げて言えますね。 という形でどんどん覚えちゃいましょうねでは行きましょうかただ要件がありますテキストのえっ、ー、と十三ページの、えー、この推論対策に行くちょっと手前のなおの部分なんですがここです見なされるのは生きて生まれた場合に限るのであり死産の場合には別ということで 生きて生まれたことが前提です生生きて生まれたのであれば胎児に権利能力を与えるよ、まあ、資産の場合には与えないよ生きて生まれた場合には胎児に権利能力を与えるよってことが前提知識になってる前提となっているわけです前提要件ですね。で この前提要件ってなかなか難しいんですよ生きて生まれたのであれば胎児の時に権利能力を上げるよ生きて生まれたのであれば胎児の時に権利能力を与えるよっていうことになるわけですで何が難しいか分かります例えば要件って普通過去のことなんですよまあ過去っていうかその満たされた時にはすでに結果が分かってなければ要件前提にはなりません前提ってもう結果が出たから前提なんです例えば何か 皆さんがです、ねえー、人に何かおごるきに「お前英検3級勝ったらおごってあげるよ」って3級に受かったらおごってあげることになります。で今日晴れたら何度かしようっったら晴れたら何とかすればいいんですよ。でも何がここ問題かっていうと講義ノートの1ページの下を見てもらうと分かりますがこの「 父親が死亡した時に権利能力を与える例えば相続について権利能力を与えるかどうかはそのしばらく後の出生でちゃんと生きて生まれたっていうことが前提なんで未来のことが過去に権利能力を与えるための要件になってる未来のことが要件だから問題なんですここほら未来のことが要件だから問題になってるんだよ未来のことが 条件が未来のことだから問題になるんだだからこれをどう考えるのかっていうのが難しいわけです例えばこういうことですよ皆さんが試験に受かったら2024年の試験に受かったら今日ご飯をおごってあげましょうもう遅いからご飯行きましょうとあただ24年で受かることが前提だからね受かるんだったらおごってあげるよ受かったらおごってあげるよ 受かかかっっったらてて今分かりますす問題ですよねだから例えばこう父親が死亡してじゃあ相続人を考えようって言った時にじゃあ胎児も相続になりますかっつったらいいやーななんんか6ヶ月後ぐらい無事生まれればねって話なんですで今分かんないじゃないですかじゃあそれをどう判断するんですかっていうのが実は一大論点になっているんだだからそれが学者の間で争いがあるので13ページの下推論対策といった形で書いてあります。 で学説問題は通常扱いませんがいきなり扱いますここの推論は分かっておいてほしい、まあ、試験に出る出ないにかかわらず、まあ、出る可能性もありますが ちょっとここ理屈っぽいのでしっかり理解してほしいということでテキストでは学説問題としてここは見といた方がいいよねってものはテキストに載ってますが、まあ、それでもテキストは載せすぎですから載っているものを全部見なければいけないわけではありませんがちょっとこれは学説だけども知っておいてほしいこれは学説だけど知っておいてほしいってことは触れますで今回はいきなりですが触れますというわけで13ページすすでに生まれたものとみなすさあこれ考えさせる問題ですね。 未来のことが前提となっているからじゃあ胎児である間に本当に権利能力を上げることができるんですかということが問題となりますこの、えー、相続遺贈、損害賠償については胎児に権利能力を与えるというけれどもそれが未来の生きて生まれる生きて生まれるってことが前提なのでじゃあ胎児である間はどういう風に扱っていくのかということがここで問題となるわけですではちょっと考えていきましょう まず一つがですね解除条件説解除条件説。でこちらちょっとチェックしてほしいんですが解除条件説です、胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲内ではいわば制限的な権利能力があり死産の場合にはさかのぼって権利能力がなかったことになるよということなんです。 だからとりあえず胎児である間にもう生きて生まれるだろう生きて生まれるだろうっていうことを見込んで権利能力を与えちゃうってことでもし死産だった場合には遡って権利能力をなかったことに変えようというのがこちらの解除条件説といった形になりますで皆さんうすうす分かっていただいたと思いますが出生という未来のことが前提なんで どっちかに決め打ちするしかないわけですねもう生きて生まれるだろうということで今のうち権利能力を与えちゃえともし資産だったらその時結論変えればいいやというのが解除条件説ですそれに対して次のページの停止条件説これはもっと慎重な立場で慎重な立場で判例の立場ですが退治の間は権利能力を与えないんです で無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得するというふうに考えます胎児である間はとりあえず権利能力は保留しますで生きて生まれて初めて与える生きて生まれて初めて与えるだから解除条件説にしろ停止条件説にしろ決め打ちをして違ったら変える。 決め打ちをしといて、違ったら変えるってことしかありえないんですよ。ちょっと上の図表8を見ていただくと、えー、海中条件説というのは、とりあえずこの事故の段階で権利能力与えちゃいます。あ、損害賠償できますよ、損害賠償できますよ。で、 もし死産だったら結論を変えればいいんです資産だったらあ権利能力はなかったんですねって結論を変えるとりあえず初めから与えておいて生きて生まれるだろうって与えておいて死産だったら結論を変えるこれが懐中条件説それに対して停止条件説はとりあえず事故の時に権利能力与えないんですほらここ権利能力与えないんですいやとりあえず胎児には権利能力ないですよ生きて生まれてないんだから生きて生まれることが前提でしょ いうことで皆さんこちら生生きててまれるるとその時に遡って権利能力を与えるんです相続遺贈損害賠償については生きて生まれたことを前提にじゃあさかのぼって権利能力を与えようここ制限的って書いてあるのは3つの場合だけってことその3つの場合だけは権利を与えよう生きて生まれて初めて与える生きて生まれて初めて与えるとこういうことになるわけです。でこの2つ。 あのなんで争ってるかっていうと結論が違う扱いが違うことになるからですでどういうことかっていうとこちら解除条件説を見てもらうと解除条件説、えっと、13ページで見てもらうとこれですね胎児の間でも権利能力を初めから上げちゃう、まあ、生きて生まれることを前提にしてますから、まあ、生きて生まれることをもう決め打ちしてますから 胎児である間に権利能力を認めるということはこちらです。胎児にも法定代理人がつけられる。胎児である間に代理人つけて話を進めちゃうことができるってこと。例えば不法行為であれば、もう不法行為っていうのはあの、例えば交通事故の損害賠償ですが、まあ、不法行為を解決するための時短契約なんかも、もう胎児である間に進めることができるんですよ。 だって、えー、生きて生生きまれる前ですよまだ胎児でお腹の中にいる間っていうのはまだ生きて生まれる前ですが例えばお母さんが代理人になってこのお腹の中の赤ちゃんのために話を進めましょうって進めることができるんですね。もうその間から権利能力がある扱いになるからあとは相続であれば遺産分割協議なんかも、えー、胎児がお腹の中に入る間にこの胎児の代理人ですよなんてお母さんが言って胎児も 相続人の一員として遺産分割を進めてしまうことができるといった形になりますでそれに対して停止条件説の方は生きて生まれた時に初めて遡って権利能力を与えますから生生きてままれるででは権利能力はない扱い扱すだから胎児には法廷代理にはつけられない示談や遺産分割を胎児である間に進めることはできないってこと。 遺産分割や示談を退治である間に進めておくことができないぞといった結論になります。で学説はえその理由付けこれがですね選択肢で出ることがありますがまず解除条件説なんですけどこちらです。 死産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では配偶者と胎児に相続させ胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当だつまり遡ってて結論変える方が少なくて済むわけですだから今では死産の方が格段に少なくなっているってことは生きて生まれることを前提に決め打ちをしておけば遡って結論を変えることが少なくて済むでしょってことですね。 だから生きて生まれることを前提にとりあえず胎児も多分生きて生まれるから権利能力を与えとこうともし生きて生まれなかったらその時は結論変えようというのが解除条件説って形になりますでちょっと老化しながら言っておくとこの「解除条件説」で胎児の間にも権利能力を与えとくと言いますがここ欄外のワンポイント。あくまでそれは不法行為 の損害賠償相続依存の3つだけの話ですから、ね、しつこいですけどこの3つの時に胎児にも権利能力を与えますがその与え方の話をしているんですだから会長所建設を時々誤解する人がいますが、えー、胎児での間にも権力を与えるっていうんですから何でもできるんですよねっていうわけではなく、えー、この3つの与え方の問題なんです この3つについて、もう退治の段階から与えときますよっていうのが解除条件説で、この3つについて、出生してから遡って与えますよっていうのは停止条件説なんですね。だから解除条件説にしても、停止条件説にしても、この3つの話なんだということは、もう一度押さえておいていただければというふうに思います。で、それからですね、今度は14ページにって理由の2、理由の3ですね。 えー、胎児に、えー、代理人をつけることで遺産の分割に参加させることが可能になるよということで胎児の間に話を進める胎児の間に話を進めるのが胎児の保護になるじゃないかといった理由です。で次、えー、停止条件説ですがこれです胎児の出生までに遺産の分配を停止すると解するのが実際的。まあ 胎児が生ままれるまで何ヶ月の世界です何ヶ月待てばいいじゃんとその不安定な間に生きて生まれるかどうか分からない間に話を進めとく方が不安定でしょちょっと遺産の分配とかを停止しとけばいいじゃん生きて生まれて初めて権利能力があったんだねその相続について相続人の一人だったんだねっつって初めてそこで考えりゃいいじゃんっていうのが停止条件説ですねよろしいでしょうか でもう一つこれがもう大問題です法廷代理人を置くことが必ずしも胎児の利益につながらないと書いてありますがもう一歩進んで言うと大事の法法代理人が誰かななんてて定は民法にないってことですもし胎児に法廷代理人がつくとすればお母さんのはずですが、まあ、お父さんが死んでる前提が多いですからね相続とか遺贈とかですからお母さんのはずですけどそのお母さんが胎児の法廷代理人ですよって来てはないんです民法に。 ってことは法廷代理人を胎児にはつけることを想定してないです。ってことは判例の解釈はそこから来てじゃあ胎児の間は権利能力は発動させないよね生きて生まれて初めて胎児に権利能力を与えればいいよねっていう停止条件説を民法が取ってるんだという結論をしっかり押さえておいてくださいちょっと学説問題的なお話をしましたがもう必ず押さえてお,けばおかなければいけないのが判例の結論です停止条件説です 停止条件説判例は胎児には法定代理人をつけるという規定が存在しないし、まあ、遺産分割なんて10ヶ月ぐらい待ちゃいいだけの話ですから胎児である間はいくら相続や遺贈や損害賠償について権利能力があると言っても胎児である間に進めることは適切でないよ生きて生まれて初めてさかのぼって権利能力を与えるという扱いにしていくんだといった形を押さえておいていただければと思います。 では、えー、これでオッケーですねで最後に反例の立場を見ておきます阪神電鉄事件ですねでこれはん電車事故で死亡したということですからまあ、お父さんが、えー、死亡してしまいましたとじゃあ、えー、そのですね不法行為についてお母さんが胎児の分も含めて自断した胎児の分も含めて自断したあ,あ これお父さんですねジップが胎児の部分を含めて示談したとじゃあそれが胎児である間に結んだ示談契約胎児である間に結んだ示談契約は有効かというと効力がないということですね胎児で,である間に示談を進めることはできないつまり生きて生まれるのを待って初めて権利能力を与えるんだというこの停止条件説を判例が取ったんだ停止条件説を判例が取ったんだというえこの 判例からあこれはじゃ停止条件説を判例の立場は立ってるんだなといったことを明示した判例といった形になります、まあ、とにかく生きて生まれて初めて遡って「ああの時あなたも権利能力あったんですねえ相続人の一人だったんですね」って初めて遡って与えるんだよという立場を押さえておいてください。であのまあ本格的な勉強が始まって1回目で。 ごちょごちょ言うのも恐縮ではありますが不動産登記に行くと解除条件説を取るとかいうわけわかんないことをお話をしますことを予告しておきます不動産登記では解除条件説を取るといった形になります簡単に言うと不動産は胎児の名前を簿に載せとけるんです例えば、えー、お父さんが死亡しましたで相続人はお母さんと で子供二人なんですが一人の子供ま,また胎児ですこの時に胎児は同性生まれるから登記簿に名前載せといていいよってことで、えー、妻と子供と胎児の名前を登記簿に載せとけるんですよだから登記的な理由で言うとどうせ生まれるでしょどうせ生まれるでしょもう後からいやー胎児が生まれたんで相続分変わりましたって面倒なことになるぐらいならもう初めから胎児に載せといていいよっていうのが不動産登記の実務のあり方なんですだから民法で胎児に 権利能力がありますか時代や遺産分割を進めることができますかって実態法で言われたらできませんただ等規模に胎児の名前を載せちゃっていいですかって言ったらあどうせ生まれるから載せていいですよ法定相続分で載せちゃっていいですよっていうのが不動産登記の実務になりますということでとりあえず民法ですから停止条件設。胎児は生まれて初めて遡って権利能力を与えるんだというふうに理解をしておいてくださいでは次です で今度はテキストの15ページ、えー、権利能力の周期ですね一、えー、行目から見てください権利能力の周期については民法は直接には何ら規定していないが 次チェックです。死亡によって権利能力が消滅するということですねで死亡で権利能力が消滅するからあ所有権などを維持できなくなって相続が起こるんだという理屈を押さえておいていただければと思います、まあ、その後の同時死亡の推定などはまた親族相続でお話をする形になります次はテキスト17ページ「意思能力」 テキスト17ページ意思能力のお話ですでこの意思能力についてはどんな能力かというとちょっと条文が、まあ、そこにありますがこれは明文に規定があります3条の2ちょっと6法で3条の2という条文を引いてみてください、えー、6法で3条の2という条文を引いてください合格6法の方は13ページです。条条の2 3の2 えー、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時は法律行為は無効とする法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時には法律行為が無効になるということで明文で「意思能力なければ無効ですよ」って意思能力なければ無効で,すよってで言ってくれてますさあそのあたりの勉強していきましょう意思能力なければ無効意思能力なければ契約は無効です では意思能力ってどんな能力かっていうとテキスト17ページですテキスト17ページさあこれですね太字の近辺見てほしいんですが太字の近辺で太字の 1>, 1行2行上見ていくとまあ事故の正常な意思活動に基づく行為によることを前提とするんだってことでちゃんと自分の意思があるから契約できる自分の意思があるから法律行為を認めるんだというのが民法の立場になっております。ですすなわちちの後からちょっととチェックしていいきますがが契約という法律行為が 本来の効果を生ずるには事故の行為の結果それによって事故の権利義務に変動が生ずる例えば売買によって自分の土地所有権が飼い主たる相手方に移転するこれを弁識するに足りるだけの能力、えー、を有するものによってなされなければいけないということで意思能力がなければ契約は結べない意思能力がなければ契約は結べないとああいった形になります。 意思表示をすることができる能力は意思能力ですからあそれがなければ契約は結べないよ意思能力がなければ契約を結べないよという形になってるわけですね。例えば売買契約っていうのは買いますって言って で買うことになったらどうなるかっていうとお金を払わなければいけない自分の収物になるこれが分かってるから買いますっていう意思を明確に効力を持たせることができるんですね。でなんか23歳の子が買いますってって意味分かってないですよきっと。ですからそれは意思表示になってない意思表示になってないってことはそれはもう契約を結べないってこと。将棋のルールが分かってなければ将棋にならないのと一緒です。なんか適当に 歩を斜め前にに動かかしたっっててそれは将棋になってなないいじゃないですかだから23歳の子が意味分からずこれあげるよってあって「うんあげるってどういう意味それ贈与よ与よあげたら自分のもんじゃなくなるんだよ所有権移転するんだよ所有権って何分かってないじゃないですかだからこれは意思表示になってないわけですつまり意思表示ができない意思能力がないだから意思能力ない人は意思表示ができないんだから当然契約なんか結べないよ有効な契約にはできないよ」といった形になるわけですね。 契約を結べるようにするためには契約を結んだら何が起こるかってことを分かってる能力が必要なわけですルルールが分かかってななければ契約なんんできません、まあ、将棋のルールが分かってなければ将棋はさせないと同じように契約を結ぶとどうなるか分かってなければ契約は結べないってことそれはもう一生児なんかできてないのとい愛しいでしょってことになりますよね。あの売買契約を結んで 買ったら何が起こるんですか皆さん分かってますよねだから一心能力あるんですよ買ったらお金払わなきゃいけないとかつまり金銭債異も負うんだまあ明確に言葉は分かんなくてもまあお金払わなきゃいけないし買ったものは自分のものになるよってことは分かりますよねでもほら本屋さんで本買ったら本屋さんで合格6本買ったら自分のものになるじゃないですかでも図書館で借りたらどうなります自分のものにはならないですよねでもお金払わなくていいですよね つまりこれ借り物です。というわけで図書館で借りるのは使用貸借契約です。図書館で借りた本はもう書いちゃいけないしチェックしちゃいけないし返さなきゃいけないんですよ2週間ぐらい経ったら。でも買った本は自分のものになりますから書き込んでいいしそれから何か使ってもいいし2週間経っても返さなくていいけれどもお金がかかるんですよ。 つまり意思能力があるってことはこの使用貸借と売買契約の違いはちゃんと分かってるってことですから図書館と本屋さんの違いが分かってるっていう感じですよね。これれが意思能力です3歳ぐらいの子に図書館と本屋さん連てってことは使用貸借と売買の違い分かってないってことですよ。 これが意思能力です。意思能力がないってことはもう売買契約で自分のものになるって分かんない図書館で借りたら自分のものにならないってことも分かんない本屋さんで本買ってきてもこれいつ返すのとか言うわけですこんなに意思能力ないんですよそういうことですってことで意思能力があるイコール、まあ、そういう契約の効果が分かるつまり買ったら返さなくていいんだ借りたら返さなきゃいけないんだこういうことが分かってる能力が意思能力だよそういうこと分かってるから売買 買ううんんだとか貸すんだとかいうこととかかか貸すすいこがるわけですそういうことが分かってなければ23歳の子がこれ貸すよとかこれあげるよってあってその違いが分かりませんから契約になんかならないよねっていうお話なんです。というわけで続きです。 えー、チェックしましまょう3歳から4歳ぐらいの子や重度の精神障害者や泥酔者のようにたとえ行為の意識はあってもつまり上げるよって意識があっても、えー、意思表示をした時に意思能力を備えていなかったつまり自分の行為の効果が分かっていなかった結果を認識できなかった場合には法律行為は無効になりますよと言った形で押さえておいてください。 で先ほどお話した通り23歳の子に権利能力はありますかつまり、えー、この民法の世界に参加することができる先生参加しても自分で契約を結べないんですけど何の意味があるんですかっていうとこの民法の世界には参加できますでも契約を結べないじゃあどうするかっていうと 民法の世界に参加できるってことは不動産の所有者になったり権利者になったりすることができるでも肝心な契約を結べないから代理の人に契約を結んでもらえばいいわけです代理の人に結んでもらって権利者になったり不動産を買ったり不動産をもらったりすることはできますねだから代理という制度があるわけです幼児は親が代理になりますですからその親が 自分の、えー、子供の代わりに契約を結んであげてあんたのものですよって言えば所有権を取得でできるわけですよだから民法の世界に参加して権利者になることはできますが自分で契約を結べないっていうのが23歳の子供ですよねだから代理人がついて誰かに契約はやってもらう必要がありますでも誰かが契約をやってくれるのであれば自分のものにすることはできるんですね。ということで、えー、これが意思能力のお話でした。 では、次は十八ページから、行為能力のお話、行為能力のお話です。で、行為能力の趣旨というものが。えー、講義ノートの、テキストの二十ページに書いてありますが。まあ、そこをちょっと読んでも難しいので、講義ノートの方で。えー、話をしていきたいというふうに思います。ええー、講義ノートの二ページを出してください。 制制制限限行行為為能能力力者のの趣趣旨旨度です、まあ、例えば15歳ぐらいの子15歳ぐらいの子は意思能力はありますだから自分で契約を結ぶことはできますつまり15歳の子は将棋大会でいうとルールは知ってますから自分で将棋はさせるでも弱っちんですよ15歳だから判断能力も大人に比べたら不十分なんですよ とということで契約自体は意思能力があるから自分で結ぶことができますけどしかし、悪い人間に不利な契約を結ば,れ結ばされかねないということで判断能力が不十分ルール自体は分かっている契約が何てあるか分かっているけれども、まあ、判断能力が不十分なので保護してあげましょうというのが制限行為能力の制度なんだって形になります。 つまり制限行為能力の制度というのは全体構造でもお話をしましたが未成年者などの判断能力が不十分なものあんたは能力不十分だからねなんてことで差別するレッテルを貼る制度ではなく民法の世界には参加はできるんだけれども悪いやつに変な契約を結ばされかねないからちょっと保護してあげましょうという制度なんですねではどういうふうに保護するのかということを考えていくと一つが本人の 法律行為を制限します1人でこれやっちゃダメだからね。一人でやっちゃダメだからねで将棋大会で言うと出ても弱っちいんですよ。ですからアドバイザーつけてほらこれアドバイザーつけて能力を補充します。でアドバイザーつけて能力を補充した上で本人の行為、えー、法律行為を制限します。あの一人で刺しらだからね 変な手差しちゃうかもしれないから一人で差しちゃダメだからね本人ができないことをちゃんと決めますこれやっちゃダメとでさらに、えー、一人でやっちゃダメっていうんだったら誰かにやってもらわなきゃいけないので保護者をつけて能力を補充しますでさらにもしやっちゃダメって言われた行為を一人でやっちゃったら取り消しができます待ったができるんですね一人で差しちゃダメって言ったじゃんでもし差しちゃったら取り消すことができるよ待ったができるよって形ですねこういうふういふに、えー、能力を制限し 保護者をつけて補充して本人が勝手にやっちゃったら取り消せるといった保護が未成年者者などを中心ととししした制限行為能力者の保護てて民法が規定していますで実際にどういうふうなことができるのかどういうことができないのかどういう場合に取り消すことができるのかは一つ一つの類型ごとに異なってきますから、まあ、それは今からお話をしますけどその累計というのは実は4つあります未成成年年者、年非後人、非補佐人、非補助人補佐助です。 この4類型があります。でまず、年齢的な制限行為能力者が未成年者です。18歳になってないものが未成年者ですね。年齢的な制限行為能力者。で残りの3つは、精神上の障害によるもの。精神上の障害によるものです。認知症とかを中心とした精神上の障害による制限行為能力者が3種おります。 でこの3人なんですがこの3者なんですが何が違うかっていうと程度が違う能力が一番欠けてるのが成年非後見人中間が非補佐人で一番能力があるのが非補助人ですだから制限が上に行けば行くほど重いで能力が下に行けば行くほどあるこんな感じですね精神上の障害による制限行為能力者は3つに分かれておりますがそれは能力の程度によります 青年非後見人が一番能力が低いから一番制限の度合いが強いで非補助人が一番この3社の中では能力がありますから制限の度合いが少ないといった関係になっておりますでこの制限行為能力者にはそれぞれ保護者をつけますさっき言ったように保護者をつけると書いてありましたから保護者をつけますじゃあどんな保護者をつけますかっていうと未成年者には法定代理人がつきます原則親権者ですね親親が法定代理人になります 親が法廷代理人人となりますで青年非貢献人には非え青年貢献人がつきえすこれ司法書士がよく成年後継の仕事ってやる時に認知症のお年寄りの貢献になりましてよって時にはこの成年後継の仕事をするわけですが成年後継人つけますで非補佐人には補佐人をつけますで非補助人には補助人をつけますこんな形で保護者をつけるんだ保護者をつけて能力を補充していくんだ。 というのが制限行為能力の制度といった形になっているわけですよろしいでしょうかというわけで、えー、未成年者などを中心に能力が不十分な人を保護していこうというのが制限行為能力者の制度になります本人ができることを制限して 保護者をつけて補充して場合によっては待ったを許す取り消しを許すという形で本人の行為を保護していこうと変な契約を結ばされかねないように変な契約を結んでしまったら取り消せるようにという形で本人を保護していこうというのが制限行為能力者の制度といった形になるわけです21ページまずは未成年者からいきます 未成年者年齢的な制限行為能力者が未成年者です年年齢的な制限行為能力者者が未成年者です21ページ1行目民法は成年期を年齢18歳としていますさあ民法4条を見てください年齢18歳をもって成年とすると書いてありますね民法4条に 年齢18歳をもって成年とすると書いてありますから18歳になったら青年18歳になったら大人です18歳になったら大人ということで18歳に達してないものを未成年者と言います18歳に達してないものを未成年者と言いますまずそこをチェックしましょう えー、ここですねごめんなさいチェックです、えー、未成年者とは出生の日から起算して18歳に達してないもの18歳になってないものを未成年者と言います18歳になってない人を未成年者と言います とということで今から勉強するのはこの18歳になってない人が何ができて何ができないかこれを確認することにしましょうテキストの21ページ,テキストの21ページまず未成年者に関しては、まあ、そこに図がありますがその下の22ページ原則のところから先チェックします原則のところから先チェックします。 未成年者が契約などの法律行為をするにはその法廷代理の同意を要し同意がなくやっちゃった契約などは取り消すことができますつまり未成年者は親権者親が保護者,と保護者について保護者についてその保護者の同意が必要になります何かやるには例えば売買契約をするには保護者の同意が必要になりますで同意なしにやっちゃった契約は取り消せる同意なしにやっちゃった契約は取り消せることになります ちょっとあの皆さん、6法開きっぱなしでいいと思いますが4条、今見ましたがその横の5条というのを見てもらうと5条1項未成年者が法律行為をするにはその法定代理の同意を得なければいけないと書いてあって2個全項の規定に反する法律行為は取り消すことができるということで未成年者が法律行為をするには法定代理に,、まあ、簡単に言うと親の同意が必要ですで親の同意がない契約は第2項で取り消すことができますと書いてあります。 テキスト21ページの図で説明しますここに未成年者がおりますがこの未成年者親の同意なしに契約をしてしまったら取り消せます未成年者親の同意なしに契約をしてしまったら取り消せます俺オートバイ買うんだお金もないのにオートバイ買ってもうこれからもうローンまみれですよ でそれはさすがに未成年者かわいそうだからお前考えもなしに買ったなえローン組んだらどうなるか分かってんのこれからずっとお金払うんだよえそうなのやべえよ取り消すよって形で取り消せるんですね、えー、そうじゃないと未成年者かわいそうだからという形でえ未成年者は、まあ、売買契約などをしてしまったら取り消せるぞ、えー、言った形になりますで図表13見てもらうと取り消しができないようなもう完全に有効な契約を結ぶためにはどうすればいいかというと 法定代理り親から同意をもらって契約をする親から同意をもらって契約をすれば取り消しはできないつまり有効な契約になります親から同意をもらって契約をすれば有効な契約を結ぶことができます親から同意をもらわないで契約を結んだ場合には取り消すことは、えー、まあでき取り消すことができるだ同意を得て同意を得て契約を結んだら取り消せませんが まあ同意なしに契約を結んだら取り消せるよ同意なしに契約を結んだら取り消せるよといった形になってるわけですこうやって未成年者を保護していこうということにしてるわけですねよろしいでしょうかではテキストの22ページテキストの22ページえっ、ー、と small b のところチェックしていきましょう 法定代理人ははは第一次的的にに親権者、二次的には未成年後人人です。まあ、法定代理人が保護者としてつきますよと言いましたが法定代理人は原則として親権者ですつまり親です。親が法定代理人親が代理人になります親がいない場合例えば親が両親が死亡してしまったみたいな場合には、まあ、親がいませんからその時には未成年後見に親代わりの人をつけてもらいます。 ちょっとおじさんおばさんが後見になりましたとかまあ、こんな形で親代わりをつけてもらうこれが未成年後見になりますということで原則親親権者で親がいない場合には未成年後見えこれがつく形になりますまあこれはまた親族法のところでお話をしますで次同意が必要だよえ同意がなければ取り消せるよって形になりますがこの同意のやり方なんですけどチェックしてくださいスモール C です同意は目次でも良いもう態度でもいいってことですねお父さん オートバイ買っていい。態度で。お父さん、オートバイ買っていい。態度で同意する。オッケーですね。態度で同意する。目次の同意です。態度で同意する。目次の同意。もう明確に、明確に。いいよと言わなくても。そのいいという素振りで同意することもできるんだという形になります。 でこちらもチェックです取引の相手方に対してなされても良い同意は未成年者に対して行ってもいいですし契約の相手方に対してて行っても構いませんだから例えば子供が未成年者が、まあ、高校生か中学生がオートバイ買う時に親が子供にオートバイ買っていいよって同意してもいいしオートバイ屋さんに先に連絡してあ「うちの子行くから売ってあげていいからね」って言うとか。 未成年者に対して同意してもいいし相手方に対して同意しても OK です。こういうところもしっかり押さえておいてください。で次なんですけどここちょっとまた後で詳しくお話をしなければいけませんがスモールデーの4行目未成年者が取り消す場合でも法廷代理の同意をしないあの未成年者が何かするときには親の同意が必要だって言いましたが。 取り消しというのは一人でできるってこと。取り消しは一人でできる。取り消しは一人で行うことができます。まず形式的な理由は六法で百二十条を見てください。百二十条に。 取り消し権者というのが載ってます。合格六法二十ページですね。取り消し権者百二十条です。百二十条には取り消し権者が載っています。百二十条一個を見てもらうと、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は。制限行為能力者本人やその代理人や承継人や同意することができるものに限り。取り消すことができると書いてありますね。つまり、制限行為能力者自身に取り消し権与えてます。 制限行為能力者自身に取り消し権与えてますこれはどういうことかっていうと、制限行為能力者、つまり未成年者自身も有効に取り消しができるってこと。誰かの同意,なし同意がなければ取り消せないって意味ではなく、取り消しは一人でやっちゃっていいよって意味です。この120条に、取り消し権者の中に制限行為能力者、未成年者などの制限行為能力者が列挙されているということは、未成年者自身も有効な取り消し権者だ。 誰かの同意なしに取り消すことができるんだということを意味してるんですなんで未成年者自身に取り消し権を認めているのかというと取り消しって一人でやったからといってマイナスになっちゃうことがないからです皆さんお金も持ってない未成年者が高価なオートバイ買ったら もうかなり不利益を受ける可能性ありますよね。お金もないのにどうすんのみたいな。でも取り消しって絶対不利益になると思,思いませんか不利益にならないんですよ。どういうことかっていうと、契約をなかったことにするのは取り消しだから必ず原点に戻ります。元の木網になるわけです。 だから場合によってはすごいいい契約したのに取り消すことで良さがなくなることはありますけど一番最初の初期状態よりマイナスになることは絶対ないですよね取り消しはゼロに戻ることだからだからもうすごい得するはずの契約を取り消しちゃったらゼロに戻って得がなくなりますよでもそれは損したというのではなく得がなくなくっただから取り消しっていうのは絶対損しない行為なので1人でやっちゃっていいわけですよ だから未成年者も取り消しは1人でできる取り消しは1人でできるという形になりますでは次例外をいきましょう例外さあ例外をしっかり押さえていきましょうね未成年者も1人でできることがいくつかあります未成年者も1人でできることがいくつかありますさあチェックしましょうかえー 番例外です未成年者の利益を害しないかまたは法廷代理の包括的同意があると認められるような次の行為は未成年者も単独で行うことができます未成年者が単独で行うことのできる行為をしっかり押さえてくださいまずこちらさあ皆さんここ丸 ①, 1つ目1つ目一つ目一1つ目は1つ目は 単に権利を得または義務を免れる行為です一つ目は単に権利を得または義務を免れる行為もう完全にプラスしかありませんあるいは義務マイナスがなくなるだけですということですよねこれ絶対得じゃないですかもう完全にプラスあるいはマイナスがなくなるだけもう絶対損しない契約です損しない契約だったら一人でやらせても何の問題もないですよねもう絶対得しかしませんから よろしいですか。でこれあのちょっと言い忘れましたが未成年者が単独で行うことができるってことは1人で行っても完全に有効になって取り消せないものが3つあるってことですよ。1人で行っても完全に有効になります取り消すことができません。 まず1つが単に権利を得、義務を免れる行為です。単に権利を得、または義務を免れる行為。これは1人でやっても完全に有効になります。だって絶対損しないから。だって単に権利を得るだけだからマイナスになることはないわけです。もうプラスしかない。あるいはマイナスがなくなるだけ。もう絶対損しませんからね。1人でやっちゃっていいんです。例えば具体例チェックしてください。ここ。1負担のない贈与を受ける。これ1人できます。もらうだけ。もらうだけ。これ絶対損しないですよね。 不動産も売買だ,イイだったらまあなんかそんな高い不動産じゃないのに大金払っちゃったって損することはありますが贈与ってもららうだだけなんんから絶対法律的には損しません <laughs> もちろん、うん、ただより怖いものはないとかただより高いものはないってことわざはありますが法律的に考えれば権利的には絶対プラスですからねもらうだけだからマイナスはないんですよ。 だからこれは一人できますただ負担付きの贈与はだめですよ負担がついてるから単に権利を得るだけではなく負担というマイナスがついてるからですこの家をあげようこの家をあげようただ老後の面倒を見てくれ老後の面倒を見てくれって負担がどれぐらい重いか未成年者に判断させるのはかわいそうですよねだからこれは未成年者が単独で判断していや老後の面倒って大したことないでしょうなんつって なんかヤングケアラーとかなっちゃってもかわいそうですからここれは取り消すすとを認めてます負担付き贈与の負担っていうのはマイナスですからね単に権利を得る行為とは言えないわけですでもう一つ試験に出やすいのがこれです4番債務の免除を受けるこれできます債権者が債務を免除してあげようつまり債権者が未成年者にお金を貸してるわけです 債権者者が未成年者にお金を貸しているわけですそのお金を貸してるんですが未成年者さん払わなくていいよ免除してあげようそうすると債務者は債務を免れます義務を単に免れるのであって何も損することはありませんというわけで債務を免除してあげよう債務を免除してあげようっていうのは未成年者単独で行うことができるのであって親の同意はいらないですただこれと比較して押さえてほしいのが弁済を受けるは罰 弁債を受けるは罰ですこれは未成年者が債権者側ですが債権者が債務者から弁済を受ける未成年者である債権者が債務者から弁済を受けるのは単独でやってはいけません A が未成年者で A が未成年者で,で B に対して債権持ってますこの債権の弁済を B がしますよと。 この弁済を A が受けるんだって時に単独で行うことはできない。弁済を受けるって時に A が単独で行うことはできない。でなぜかって言うと弁済受けるってことはお金を払ってもらってるんだから絶対得かって言うとそうではありません。なぜかって言うと単に権利を得ると言いますが失うものもあります。A さんは何を失うんですか。弁済は債権消滅原因ですから債権を失うんですね。 ってことは単に権利を得てる単にお金をもらってるのではなくお金をもらってる代わりにお金をもらってる代わりに債権を失ってるんですよ。ってことは単に権利を得る行為とは言えないですよね。弁済を受けるというのは単に権利を得る行為とは言えないので,でこれは同意がいります単独で行うことはできません。 で実質的に考えてもお金を払ってもらうっていうんだったのはまだわかりやすいですが弁済にもいろんな弁済があります歌を歌ってくれって債権であれば歌うことが歌を歌ってもらうことが弁済ですがそんな歌われ方でいいんですかってことはやっぱり未成年者は不十分ですからあ判断させるのはかわいそうですだからいやーそれ弁済を受けるのには親の同意が必要だよ親の同意がなければそんな弁済でいいわけないでしょ取り消すよって取り消すことができるんだということですね。とということで これですね似てるんですけど違いますからね免除を受けるというのは単に権利をあ義務を免れる行為ですからできるんですけれども、えー、債権の弁済を受けるというのはあ弁済を受けてお金もらえますけど逆に債権がなくなるので1人ではできないよといった形になります同意が必要なんだよといった形で押さえておいてください。 で次、1人でできる行為、2つ目1人でできる行為、つつ目1つ目が単に権利を得、義務を免れる行為でしたがあ条文を見ている方は、えー、と5条ですねで5条の1項正しがきが今の1つ目です、5条1項正しがきえただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については単独でできますよということで5条1項正し書き。 五条一項正しがきが今の例外です。で次が五条の三項ですね。こちらチェックしてください。法定代理人が目的を定めて処分許した財産をその目的の範囲内で処分し、または目的を定めないで処分許した財産を処分する行為。 まあ前半が学費後半がお小遣いですね学費やお小遣いを使う行為は一人でできますよと学費やお小遣いを使う行為は一人でできますよといった形になりますだから未成年者はコンビニで一人で買い物ができるんです親の同意なしにコンビニでの買い物ぐらいはできるんですよそれは、えー、未成年者がお小遣いの範囲内で買ってるからこれを学費として使ってくれよ旅費として使ってくれって委託されたお金を使っているからです で最後未成年者ができること3つ目法廷代理人から一種または数種の営業を許された未成年者の営業に関する行為です。ラーメン屋やっていいよって任されてラーメン屋やってる。 親からラーメン屋やっていいよってってラーメン屋やってるそのラーメン屋の営業に関する行為は未成年者が単独で行うことができるんだと言った形になりますラーメン屋をやっていいって言われた未成年者はラーメン屋をやっていいんですよだからそのラーメン屋の営業に関してはいちいち親の同意はいりませんすみません味噌ラーメンください あ、味噌ラーメンですねちょっと今同意もらってきますすいません父ちゃん味噌ラーメン頼まれたんだけど作っていいあ、いいえて一日やってたら営業にならないですよねだからもうラーメン屋やっていいよって一括して許可もらってるわけだからその未成年者はその営業に関しては能力者扱いしちゃうんですだからそのラーメン屋に関する、えー、取引についてはその仕入れなども含めた取引についてはもう単独でできるんだ 親の同意なしにできるんだってことつまりこの営業許可っていうのがあれば未成年者は営業をやっていいわけですがその営業許可があることによってその営業に関しては一括の同意があると事前の同意があるというふうに考えてもいいですよね。というわけでその許された営業に関しては未成年者は単独でできるよといった形になります。ちょっとこの 一種または数種というふうに書いてありますがこの「一種」または数種は取引単位としての特定の営業という意味ですだから1個の営業のさらに一部に限定することはできません味噌ラーメンはいいけれどもチャーシュー麺ダメですとかそういう許可はダメですよもうラーメン屋っていう一種の営業に関する許可その種類ごとに許可するか許可しないかを判断していかないといけないといった形になりますではここまで。 未成年者についてお話をしましたがでここまで,です、ね、お話をした上でえで最後に未成年者の法廷代理人、まあ、簡単に言うと原則親ですがその親の権限について講義ノートの3ページでまとめていきましょう親の権限について講義ノートの3ページでまとめていきますまず、親には同意権があります法廷代理には同意見があります。 つまり法廷代理人は未成年者のお行為をを有効にににするるるために事前に同意を与えることができるんだ俺の同意がなければ有効にはできないぜ俺の同意がなければ一人じゃ行為できないぜってことで逆に言うとその未成年者が同意がなければできないってことは逆に親目線で言うと親には同意権があるってこと親は子供にやる行為に同意をすることができる権限があります。 で次取消し権なんですが法廷代理人には取り消し権がありますでここで、えー、どういうことかっていうとつまり法廷代理人は未成年者が法廷代理人の同意内で行った法律行為を取り消すことができる親の同意なしにやっちゃった契約は取り消せるんだってことでここで皆さんに発想一つ分かってほしいのが。 これです。同意権があれば取り消し権があるってこと。同意権があれば取り消し権があるってこと。同意権は取り消し権を引っ張ってくるんだってことです。同意権は取り消し権を引っ張ってくる。だから同意権があるのに取り消し権がないよってことは普通ありません。だって分かります。同意がなきゃできないってことは同意がないとやっちゃダメ。同意がないと取り消せるってことですから。 例えば親に売買契約を結ぶには親の同意が必要だってことは親の同意なしに売買契約やっちゃったら取り消せるってことは同義ですよねだから同意権があるのに取り消し権がないってことはありませんだって同意権っていうのは俺の同意がなきゃやっちゃダメだよってことなんだから同意なしにやっっちゃったら取り消せるんですよだから同意権があるってことは取り消し権があるって流れをしっかり押さえてくださいそうすると覚えることがぐっと減りますし覚えやすくなりますあ同意権があるってことは当然取り消し権があるんだなって発想ですよ 同意するで同意がない同意がなければやっちゃいけないじゃあ同意がない行為を勝手にやっちゃったら取り消せるんだなってことになりますからね。ということで未成年者が親の同意なしにやった行為は取り消せるといった形になりますで親には「追認権」がありますで未成年者が行った行為を自後的に「追認」することができますで未成年者が行行った法律行為が すべて未成年者に不利益とは限らないからだ追認すると未成年者の行った契約は有効なものとして確定します。つまり え本人が未成年者が勝手にやっちゃった行為をやがお前それいい契約したなって追認することができるわけですね勝手にやっちゃった行為は原則取り消せるんですが、まあ、取り消さなくたっていいわけですよお前未成年者なのにいいオートバイ買ったなそんなオートバイそんな安い値段で買えないぞ、えー、もう取り消さないように追認しちゃえって形で追認して有効にすることができる追認して有効にすることができますでこれも皆さん発想なんですが 同意権があれば追認権もあります。同意権があれば追認権もあります。だって同意というのは事前に与えるのが同意であれば未成年者が行為をやったことを見届けて見届けて事後に追認することだってできておかしくないですよね。だから事前に同意ができるのであれば事後に追認だってできるんですよ。ってことで親は 未成年者が行った行為を事後的に追認することができますお前未成年者なのにいい行為やったなそれ追認でいいわもう取り消さなくていいわって形で完全に有効な契約に消化させるために追認ができるんだということになりますでもう一つ親の権限としては代理権です親には代理権があります法廷代理には代理権があります未成年者に代わって自ら法律行為をすることができるんだということです あの未成年者が15歳ぐらいの子であれば同意を与えてみからオートバイを買うことができますが3歳とか4歳であればもうそもそも医師能力がなかったりするし、まあ、小学生ぐらいで意思能力があるとしてもちょっと本人にやらせるには不安ですよねだからその場合には親が代理でやればいいんですよすいませんこの子の代理人ですけどこれくださいみたいな感じでだから当然親には代理権もありますそれは未成年者にもいろんなレベルの未成年者がいますからあ中学生ぐらいで えもう同意を与えれば自らできる未成年者もいるしもう3、4歳で同意を与えたって本人できないからじゃあ代理でやるかってことになりますよねだから未成年者の親には法定代理には代理権もありますということで法定代理には結構いろんな権限があって同意権もあるし取消し権もあるし追認権もあるし代理権もあるよあいった形で押さえておいていただければというふうに思いますテキストの 32ページを見てくださいテキストの32ページを見てください。でこちら、えー、と民法上の制限行為能力者のまとめなんですが一番左側が未成年者ですで。上の意義とか能力については、まあ後で見ていただければいいですが保護者にどんな権限があるかをここでまとめていきますが保護者にどんな権限があるかというと保護者 まあ代理権同意権追認権取消権あ 未成年者者の保護者には全部ああるんだだなととりええず押ささておいてくださいく後でまたその右側を見ていくといろいろその類型によって能力違うんですけれども未成年者の保護者はどの権限もあるんだなといった形をとりあえずは理解をしておいていただければ OK ですでは時間ですから10分休憩して後半は制限・行為の力者の中でも精神上の障害による制限・行為の力者成年非後見人非補佐人非補助人をチェックしてことにしましょうでは10分休憩です では後半の講義を始めていきたいいと思います、えー、と今日が土曜日の夜ですが、多分土曜の夜に講義をするのが、多分もうないかなというふうに思いますので、で次回からまた日程のちゃんとスケジュールで確認をしてください、間違えないように、祝日なんかの時間が違ったりだとかすることもありますので、次回が多分祝日ですよね。ですから、ちょっと日程など、しっかりスケジュールで確認して、お越しになっていただければというふうに思います。ちょっと間違いないなようにしてください まあ土曜の夜は私も大変ですがあの今日6時間、もう秋生の講義をしてもう声がスカスカな状態ではありますけれども9時間目ですからねちょっと頑張っていきます。では行きましょうか。えー、ということで、えー、テキストですね進めていきたいと思いますもう質問対応なんかもありましたから朝から全然もうずっと立ちっぱなしで、えー、いるんですけれども,もう声も体もあれですが行きましょう、えー、ちゃんと行きます。でではは行きましょうか、えー、テキストですね今度は 24ページ、テキスト24ページのところ成、えー、年非後見人成年非後見人、えー、こちらの話からしていきましょうではいきます24ページまずこちらの成、えー、年非後見人からいきますが精神上の障害による 制限行為能力者精神上の障害による、えー、制限行為能力者に関しては3者おります一番能力が低いとされているのがこの成年非貢献人ですでは24ページ数字の1成年非貢献人のところをチェックしていきます成、えー、年非貢献人こちらをチェックしていきましょうで成年非貢献人というのは一体どんな人なんですか成年非貢献人というのは一体どんな人なんですかっていうと こちらチェックします。生年非公献人とは精神上の障害により自利便識能力を各状況にあって家庭裁判所の公献開始の審判を受けたものといった形になります。まず要件を前半と後半で分けていただきたいんですが要件を分けていただきたいんですが。 まず1つがこちら、成年非公権人とは、精神上の障害により、自り弁識能力を欠く状況、これが実態上の要件です、1、実質上の要件、精神上の障害により、自理弁識能力を欠く状況、これが1つ目の要件、で2つ目が、まあ、じゃあ、精神上の障害により、自り弁識能力を欠く状況ですよ。 まあ、つまり,日りま、日常のことが分かりませんよと日常のことが分かりませんよと契約なんか結ぶことができませんえこういう状況だというだけで成年非公権人かというとそうではなくて後半、家庭裁判所の審判を受けたこれが2つ目の要件ですだから能力がないというその実態的な要件だけではなくちゃんと裁判所からあなたは成年非公権になりましたよって審判を受けたという形式的な要件も必要になるわけです。 自理弁識能力を欠く状況という実体的な要件だけではなく家庭裁判所で審判を受けました家庭裁判所でそのような開始を判断してもらいましたこんな要件が必要となってくるわけです。でまず前半の部分の要件なんですが自理弁識能力を欠く状況自理弁識能力を欠く状況、まあ、つまり、えー、判断能力がないよ えいうことですよね日常的な事柄の判断がつかなくなっているよ、えー、家族の名前も分かんないし住所も分かんない買い物ができないこういうふうな状況ですよってことでここで皆さんに確認してほしいのはこ,れこの言葉状況この状況って感じ一般的な、えー、このような状況ではないですよね常なる状況つまりその状態が普通だってこと判断能力ない状態が普通の状態だということです。 つまりたまたま自理弁識能力を欠く状況にありましたってわけではなくそれが普通の状態だってこと普通の状態で自理弁識能力が欠くんだってこと例えば泥酔で2時間だけ自理弁識能力ありませんでしたって状態ではなくもう認知症とか知的障害で自理弁識能力が欠く状況がずっと続いてるんだ時々本心に服することはあってもその自理弁識能力が分かんない状態が普通の状態なんですよって要件です。 で家庭裁判所の審判を受けると成年非公権人として扱われますで、家庭裁判所の審判を受けるためには勝手に裁判が始まるわけではありませんから申し立てが必要になります すいません、えー、うちのおじいちゃん、ちょっと自利弁識能力ないんで、えー、貢献開始の審判してくださいなんて形で、えー、家庭裁判判所にに審判を求めることになりますで、えー、どういうふうに審判を求めるかというと、ここに書いてありますが、一定の請求権者が家庭裁判所に請求する、一定の請求権者が家庭裁判所に請求する、これが要件です。で試験に対策として、一定の要求権者をしっかり押さえてほしいんですが、一つは本人です。 本人もも請請求求権権者者にに入入っっててる点がポイント本本人人おります、まあ、本人は能力ないじゃないかってことになりますが時々本心に服しますから「あ俺能力ないかもちょっと家庭裁判所に請求しとこう」「何かあるといけないし、えー、保護者つけてほしいし」なんて形で本人が請求することも認めてます。 本人もそういう状況になることもありますからねいつでも、まあ、状況ではありますが自理弁識能力を欠く状況ではありますが時々本心に服してあこれは保護者つけなきゃなというふうに思うこともありますから本人からの請求も認めておりますで次なんですけどここですね配偶者四親等内の親族これも勉強に慣れてきたら覚えてもらうと一番ありがたい。 四親親等の族配偶者ただ今は、まあ、配偶者は結婚相手ってことは分かってますしえそれから4親等っていうのがどれぐらいの親族か分かってないと思いますから、まあ、これまとめて身近な親族ととりあえず覚えておけばいいです。親族を勉強したら、まあ、こういうのも分かるようにしてもらうし覚えてもらうといいですが今は身近な親族と押さえておきましょう。 身近な親族ですね。で次でこれはもうちょっととりあえず見ていきます未成年後見人未成年後見監督に補佐に補佐監督に補助に補助監督におっと行き過ぎたここまで。でこれはすでに。 保護者が別の理由でいいているあるいは監督者がついている時にその人が申し立て権があるってことつまり保護者監督者すでに他の理由で保護者がついてますよとあるいは監督者がついてますよという場合にはその保護者監督者に申し立て権があります。 すでに他の理由で保護者や監督者がついてますよって場合にはその保護者や監督者に申立て権があります、まあ、例えば、いやすでにね補助は始まってるんですよでも今回ちょっと能力の低下があったので今回は貢献開始の審判したいですって時にはすでについている補助人が申し立て権があったり。 いうことになりますよねですからすでに他の理由で保護者がついているすでに他の理由で保護者がついている場合にはその保護者にも申し立て権があるんだといった形になりますでその保護者の一人としてここ見てください未成年後見人未成年貢献人がすでについている時にはその未成年後見人がこの貢献開始の審判の申し立てをすることもできるよということですよね。何が言いたいか分かります 未成年後見人ってどういうときに付きます？未成年者に親がいないときに親代わりにつきます。さっきやりましたね。未成年者に親がいないときに親代わりにつきます。つまり未成年者に親がいない時の親代わりの人がこの成年後見の申し立てができるってこと。つまりこの成年後見というのは名前こそ成年後見ですが未成年者で知的障害なんかで申し立てをすることもできるんです。成年後見といっても未成年者も使える制度なんです。 だからこれあのえじゃあ、未成年後見人は乗ってますけど例えば本当の親は乗ってないんですかと親権者はですから、親権者もうちの子普通の未成年者扱いではなく成年後見扱いにしたいとちょっと能力の低下があるので。 えー、そういう意味ではあちょっと通常の未成年者ではなくもう青年貢献人非後見人としてやりたいといったときにはこの未成年者だけれども成年後見の制度を使うことはできるんですねそこはしっかり押さえておきましょうとにかく保護者、監督者これが申し立て権の一人ということになりますで最後にこちらもしっかり押さえてください検察,官検察官も申し立てができます検察官も申し立てができます で検察官っていうのは民法で出てくる時は正義の味方です誰もいないから俺がやる誰もいないなら俺がやんなきゃって言って出てくるのが検察官ですだからここでは、えー、例えばおじいちゃんが能力なくているんだけれどもえ身近な親族もいないじゃんとじゃあうちが申し立てしてやるかみたいな感じで検察官が頑張ってくれるんですよだから民法で出てくる検察官っていうのは誰もやらないなら俺がやるっていう正義の味方 誰もやららなないなら俺がやるってて正義の見方の方時に出てきますだから皆さんは検察官が出てくる局面っていうのはもうまとめて抑えればいいですねもう誰もやらないから俺がやる誰もやらないから俺がやるっていう正義の見方として出てくるのが検察官だからここもですねこの成年後見っていうのはもうやるに越したことないじゃないですか本人能力なくて保護者が必要であればでも誰も申し立て権がいないならばほらもう。 検察官が誰もやらねえならやるかって出てくるしかないので検察官にも申し立て権があるんだと押さえてくださいですから、まあ、ここは今は親族とかそういう細かいことはまだ勉強してませんので本人ができますよこという方はしっかり押さえるで身近な親族できますよで保護者監督者が常についている場合にはその人ができますよで検察官ができますよっていうのを頭に入れておいてくださいね。 この4タイプです本人、身近な親族保護者監督者検察官といった形でとりあえず頭に入れておいてくださいで過去問では、まあ、平成25年とかこの4親等かどうか取材されたので結構細かな知識はやっぱり要求されますねでも今からそれを身につけることはできないし4親等って何やって話になりますからとりあえずは本人身近な親族保護者監督者検察官と押さえていただいてその身近な親族がどこまで身近か っていうのは後でまた親族をなんかでお話をしていきますとりあえず結論から言うと4親等ですね配偶者と4親等内の親族ですでここなんですが以上の要件を具備すれば家庭裁判所は必ず宣告しなければいけないつまり裁量で棄却することはできないということ裁量規格はできないいや要件満たすんだけど今回見送ろう 要件満たすんだけど今回見送ろうって判断は裁判所にはできないということ、えー、この要件満たしたらつまり、えー、ちゃんと自理弁識能力を欠く状況であれば、えー、これは必ず公、えー、献開始の審判をしなければいけないんだ今回は自理弁識能力を欠く状況にはあるけれども今回見送ろうみたいな判断は裁判所はやっちゃいけないということ要件満たしたら必ず宣告しなさい要件満たしたら必ず宣告しなさいということですね。 では次、括番の方に行ってくださいで。貢献開始の審判の効果とすれば成年非貢献人には成年後見人がつけられます保護者がつきます保護者がつきます保護者の名前は成年後見人です成年後見人という保護者がつくんだとで、まあ、あとは細かいことなんでまた親族でやりますがこの成年後見人はですね 人数制限はありませんので、二人選任することもできます。あとは、えー、まあ二人選任することもできますよと。でそれからごめんなさいその上ですね。こちら法人でも OK です。法人でも OK。人数制限もないし法人でも OK です。人数制限もないし法人でも OK です。 例えば法人司法書士法人で後見人の仕事をするというのも OK ですね個人の司法書士が成年後見の仕事をすることもできますし皆さんが司法書士を法人化して法人として後見人になるうちの法人で後見人になってあげるこんなこともできますでこの成年後見人は成年非後見人の法律行為を代理してしてあげたりすることができますが まあ一応裁判所もですね何でもかんでも勝手にやられたら困りますから1つ制約を設けているのがこのカタカナの歯の部分図表16の上の部分ですがここなお、成年貢献人が青年被公権人の居住用不動産について売却賃貸賃貸借の解除または抵当権の設定その他これに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければいけませんチェックしておいてください。あの まあ、青年後見人は使用書士などの法律家が普通つきます、まあ、親族がつくこともありますが、だから、まあ、その判断でいろいろしてあげればいいんです、皆さんが実務出たら、後見人として、その非後見人、本人のためにいろいろやってあげたらいいんですよ、え法律行為を代理してあげて、何か買ってあげるとか、何かリフォームの契約してあげるとか、ただ、ここに書いてあること、つまりこれは居住場所が変わるとか、もう住んでる家を売っちゃうとか、そういう場合は一大事ですから、さすがに火災の許可を得てくれよなってこと。 ただここれもちろんん必要なこと結構多いんですよ例えばあ老人ホームのような施設に入れた方がいいと思えばそういうふうに判断をして入れることになりますがその今まで住んでいた家を売ってお金を作ってそのお金で施設に入ってもらおうっていうのはその後見人として一つの判断として重要な判断になるかもしれませんがもしそれを自分の判断でやってしまって今まで住んでいた家がなくなってしまうみたいな一大事になって本人が落ち込んでも困りますし何か。 ああいろんなことが起こっても困りますからそういう重大な判断ですからね、えー、今まで住んでいた家がなくなるようなことはでもちろん必要なことかもしれませんだから裁判所の許可を得てやるんだ裁判所の許可を得てやらなければいけないんだといった形になるわけです、まあ、そこだけしっかり押さえておいてくださいでは、えー、いきましょうかで次図表の16のところなんですがその下ですさあ16の下チェックしてほしいんですけども 成年非後見人の行為は日用品の購入その他日常生活に関するものを除いて取り消すことができます成年非後見人の行為は取り消しができる成年非後見人の行為は取り消しができる取り消せるってことです成年非後見人の行為は取り消せますよってこと でこの取り消せますよって書き方、これ未成年の場合と何か違うことに気づきます？未成年の場合と何か違うことに気づきます？未成年者はどんな書き方でしたっけ？未成年者は法定代理の同意がなければ取り消せます。成年非公認の行為は取り消せます。同意がなかで同意がなければとは書いてないんですよ。つまり同意があって もも取取りり消消せせるる同意があっても取り消せるってこといこです次の行を見てくださいなぜなら精神状態の絶えず変化する成年え非後見人になってはあらかじめ同意を与えたとしてもその予測してるように本人が行為するということは期待し難いからだということで同意があっても取り消せるんです未成年者は同意をもらってやったらそれは有効な行為になりますから取り消せませんが成年非後見人は同意を与えても取り消せます。 じゃああれ買ってこいよって同意を与えて同意の通りりにやったとしても取り消せるんですそれがこのチェックです。取り消せると書いてあるので同意がなければとは書いてない同意があってもなくても取り消せるだから逆に言うと青年後継人には同意権がないってこと同意をしても無駄だからつまり無駄っていうのはやってもやんなくても法律行為的に法律効果的に何も変わらないのであればそれは同意権がないって意味ですよね。 同意があっても取り消せるってことは同意を与える意味がないんですよだから成年後見人の仕事として権限として「同意権はない」という意味になりますよろしいでしょうかただ一つだけ成年非後見人にもできることがあります日用品の購入 その他日常生活に関するものですこれは例外これはできますから押さえてください日用品の購入その他日常生活に関するものは除いてって書いてありますからこれは成年非貢献人でも単独でできます同意がなくてもできます取り消せません有効にできますでこれはどういうことかっていうとノーマライゼーションっていう理由付けが普通つきますノーマライゼーション ノーマライゼーションのために成年非公権人は日常生活に関することは一人でできるんだ日常生活に関することは例外としてできるんだって形になります例えば、まあ、実際にうんまあ見聞きした案件ですけれどもその認知症になっちゃったお年寄りの方がまあ公権人の仕事を司法書士がしているわけです でまあ、教え子なんかでもたくさん貢献の仕事をしている方がおりますがその貢献の仕事をしている時にあの本人がややっっぱりやりたいことってみんんなあるんですね認知症でもう全体的には自理・弁識能力を欠く状況になるけれども例えば毎朝散歩してある喫茶店でコーヒーを一杯飲むのがもう楽しみでしょうがないこういうことはあるわけですよそうするとそのコーヒーを飲むっていう日常生活に関することは単独でできた方が本人もやっぱり生きがいを持って生きられるわけですよね。 でですすかららそれも禁止してしてまったらかわいそうなわけですだからノーマライゼーションそのような認知症などの障害がある方もちゃんと日常生活に関することができて社会を充実させるということがやっぱり重要ですからそういうような方もちゃんと日常生活に関することは単独でできるよコーヒーを毎朝飲むことがやっぱり有意義であればそれはやっぱり認めるべきだとああいった発想になりますから日常生活に関することについては単独でできるんだああいった形の例外があるんだよって形で押さえておいてください。 で、えっ、ー、と、これも見ておけばいいですが、テキストの、その続きのところですが。これ、成年非後見になったら、登記されます。戸籍に載るわけではありません。後見登記という、なかなか見ることができない登記に載ります。なぜ戸籍に載せなかったのかというと、戸籍って、相続だとか、いろんなところで要求されますから。 ちょっと身分関係で戸籍持ってきてくださいってなった時にあこの人なんか成年非後見人じゃん能力ねえじゃんってレッテル貼られても困るだろうってことでノーマライゼンションの観点からこれは登記をすることにしましたその特にもう専門で必要な時だけ見ることができる登記ですがその成年登記後見登記といった形でやるのであって戸籍には載せません平成11年までの 金持参者って制度は戸籍に載っていたんですがそうすると戸籍に載っていることでやっぱり差別あるいはレッテル張りということにつながってしまったんですねだから平成11年に改正をしてこれ金持参者っていう能力を封じる制度から逆に本人を保護するという制度の方に切り替えて戸籍に載せることから登記に載せるってことに移行しました。 といった形で今は戸籍に載せるのではなく陶器に乗るんだといった形で押さえておいていただければと思いますではここまで成年非貢献人成年非貢献人についてお話をしましたがちょっと講義ノートの方で成年貢献人の能力について確認することにします成年貢献人ですよ保護者保護者がの側の権限です保護者の側の権限成年貢献人という保護者の側にはどんな権限があるのか まず一番大事なのはもちろんこれ同意権はありません同意を与えても同意の通りにやるとは限りませんから同意権見がないってことですよね同意を与えても同意の通りに同意の通りにやるとは限りませんから成年後見人保護者には同意見がない保護者には同意見がないということになります。で気をつけてほしいのは取り消し権はあります。 つまり、成年後見人は成年非後見人が行った法律行為を取り消すことができるんだ。で、同意を得た上で行った行為も取り消せるということに注意をしておいてください。で、ちょっと画面変えますが、こちら、さっき、未成年者、同意権があれば、 取消権があるよって言いましたなぜならば同意してないのにやっちゃったから取り消せるぜってことになりますが同意見があれば取り消し権があると言いましたけど同意見がなくても取り消し権だけあることもありますだから同意見があれば必ず取消権を引っ張っ張てきます同意見があれば、まあ、同意権があれば必ずそれは取り消し権を引っ張ってきますただ取り消し権が独自に存在することはありますので、まあ、今回は同意見はないけど取り消し権はあります 同意権,があれば取消権引っ張っ張てきますただ同意権に引っ張られるだけではありませんから独立に取り消し権があることがありますので今回は同意権があればいや同意してないのにやっちゃったからって取り消せるんですけど成年非後見人の場合には同意権がないけど全部取り消せるんですよ。 だから同意権がないっていうのは本人が勝手にできるってことではなく同意があっても取り消せるってことだから取り消し権はあるんですね成、えー、年非公権人の保護者である公権人には取り消し権がありますよということになります同意がある行為も取り消せるんだとで次追認権はあります 成年非後見人の行った法律行為を事後的に追認することができるんだ追認をすると青年被公権人のの行行った法律行為は有効なものとしして確定しますこれも未成年者の時に同意権があるということは当然に取り消し権も追認権もあるよね同意権があるということは同意権があるということは必ず追認権もあるよねって話をしましたなぜかというと同意権は事前の同意ですが 事前の同意が OK ならば事後の同意も OK に決まってるわけでだったら同意権があれば追認権がありますよってことになりますが今回は同意権がないいののにに追追認認権権だだけけりりまますす同意がななぜかっていうと成年非後見人は同意の通りにやってくれるとは限りませんから事前に同意を与えてもその通りやってくれるとは限らないんですが事後同意であればどうですか青年非人が まあ勝手にやっちゃったんだけど結構いい契約したんですああじゃあそれいいじゃねえかって後からそれを確認した上で追認する分ケー、OK、で成、ね、年後見人があその成年非後見人がやった行為をちゃんとチェックした上であそれはいい契約ですよそれは問題ないですよっていうふうに見届けたでオで OK 出すことはできるでしょうから追認権はあるわけです同意権はないけど追認権はある。 同意権がないけど追認権があるとこういうパターンなんですね。でもう一つ、今度は成年後見人には代理権があります。これはその通りです。だって成年後見人ってどうやって非後見人にやらせるのかということになったならば、同意を与えても無無駄なんですよ。同意の通りにやってくれませんから。で本人がやることもできない。 じゃあどうするかっていうと皆さんバクチかなんかですか成年非後見人が何か契約をする必要があったからどうすればいいんですか成年後見人はよしこれを有効な契約を結ぶためには追認だなよしやってみろ OK 追認みたいな一か八かでやらして OK だったら追認出すみたいなことしかできないんじゃ困るじゃないですか。で本人に 有効にやらせるためには追認しかないわけですから。じゃあどうすればいいかちょっともう始めから代理でやればいいんですね。だから成年後見人代理権があるわけですよ。もう有効にやろうと思ったらまともにやろうと思ったら代理ぐらいしかないから同意はできないし、で自己的な追認は一か八かですから。だったら代理権がないとおかしいでしょ。だから代理がオッケーなんです。成年後見人は代理権があります。成年後見人には代理権があります。 といった形で押さえてておいいくださいえではえまたですねちょっとまとめていきたいと思いますが32ページ成年後見人の権限とすればもう一番重要なのこれ。 同意見がないこと同意権がないんですが「追認権」や「取消権」はありますよって代理権はありますよってことを押さえてください。もうとにかくこれ同意見はないぞ同意見はないぞ よろしいですか、えー。押さえてください。三十二ページですね。で、ちょっと講義ノートに戻ってもらいますが、えー、講義ノートの四ページの一番下に過去問チェックって問題があります。古い問題ですが、ちょっとやってみてください。えっ、ー、と三十秒ほど出します、えー。時間を出しますから与えますから丸バツ確認してください。丸かバツかです。丸かバツかどうぞ。 ではよろしいでしょうか。こうは成年非公け人であるが、オツに高所有の高価な壺を売却した。まあこうがオツと売買契約を結んだって言うんですね。これが成年非公け人です。で、こうは成年公け人への同意を得ていなかった同意なしです。この場合売買契約を取り消すことができないと書いてありますが、成年非公け人であれば。 同意があったとしても取り消すことはできますから罰ですねこれ罰です同意があっても取り消すことはできます同意があっても取り消すことはできます今回は成年後見人が同意してますただ成年後見には同意権がないからこの同意は無駄な同意ですよね無駄な同意だから同意があったとしても取り消すことはできるんだ同意があったとしても取り消すことはできるんだということで罰です 成年非後見人が一人でやっても取り消せないことってありましたよね何でしたっけ一人でやっても取り消せないこと有効にできること日常生活に関する行為日用品の購入その他の日常生活に関する行為だからそれもチェックしないといけないですよ日常生活に関する行為だったら取り消せないから取り消すことができないで丸になる可能性がありますこれですよ高価なツボこれは 日常生活に関することではないということの言葉ですよね本試験の問題というのはこれ細部にまで確認事項がありますもしこれが日常生活に関することであれば取り消せないですからね高価な壺っていうのもなんとなく書いてあるわけではなく日常生活に関するものじゃないですよっていう印ですから皆さんにそれを伝えているわけです よろしいでしょうか。だから 本試験の問題一つ一つの言葉にヒントなってるよ一つの一つの言葉をちゃんとチェックしなければいけないよっていうことがちょっと分かっていただけるかと思います特に刑法なんかそうですけども刑法なんて一つ一つの動作に意味があったりしますからそういうのを一語一語確認していくということが要求されるんですここでも高価な壺っていうのは読み飛ばさないであこれは日常生活に関することじゃないんだなああいう形になります成、えー、年非公権にはこの問題とても大事ですよねもしこれが未成年者とかであれば同意があったら取り消せませんから成年非公権に だからこそのポイントになるんです成年非後見人は同意があったって取り消せるぜっていうのがポイントでよく出題されるぞということになるわけです。よろしいでしょうか。 二十五ページの一番下、二十五ページの一番下（括弧三番）です。え、後見開始の審判の取り消し、え、後見開始の原因が闇。 まあ、自理弁識能力を欠く状況でなくなってまあ、一定の請求権者まあこの請求権者はさっきと一緒ですが、えー、からの要求があれば家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなければならないということの形になりますその結果貢献開始は将来に向かって解消するですからこの成年後見で始まったらずっとではなく能力が回復したらこの取り消しの審判を求めることもできるんだということも試験にはあんまり出ませんが押さえておいていいかなと思いますでは次ですで今度は26ページ 非補佐人、二十六ページ、非補佐人。こちらを見ていきましょう。二十六ページ、非補佐人ですで。こちらもまずチェックからしていきたいと思いますが。非補佐人とは、精神上の障害により、自理弁識能力が著しく不十分であって。 家庭裁判判所ののの補佐開始の審判を受けたものチェックしておいてください。で、これも先ほどの成年後見人と同じように要件を分けていきますがまずおっとっとっと精神上の障害により、えー、自理弁識能力が著しく不十分これが1つ目の要件でただその要件を満たすだけではダメで後半家庭裁判所の補佐開始の審判を受けたということが2つ目の要件となっているということになります。 でここでもう一つ確認してほしいのがこの言葉不十分著しく不十分,著しく不十分ちょっと四角で囲みました、一く不十分でページを戻らないで戻りたくなりますよね青年非後見人のときにはどういう言葉を使ってましたっけこ,こ 各状況ですよね。ここは著しく不十分です。しっかり覚えてくださいね。成年被後見人は各状況まあ、ゼロ点です。それに対して、えー、非被保佐人は著しく不十分って言葉を使ってますから、必ず言葉の使い分けを抑えてください。で、皆さんが気にしなくていいのは先生。このぐらいだとどっちですか？これ格上状況ですか？ しか気にしないいでください試験の段階では必ず書く状況著しく不十分って言葉を使ってきますから具体的にいやこれぐらい分かる人はどっちですかっていうのは気にしちゃいけないそういうのを、まあ、今皆さん気になるかもしれませんがいいいいいちいち試験にに出ななことを気にしていたらキリがないんですよ例えばよくあるのが相当期間って言葉これ相当期間っていうのはそれこそ条文では分からない。 個別具体的に考えないとわからないから相当期間なのであって何ヶ月ぐらいですかっていうのはそれは契約の種類によっても全部違ってきますだからそういうのを気にしてはいけないんですもう相当期間と書いてあれば相当期間だし一く不十分と書いてあれば一く不十分って覚えればいいんですよで実際に実務でたってそれは結構個別具体的にその場その場で判断しなければいけないこともありますからもう当然試験には出せませんってことで一く不十分っていうふうにまずは押さえてください でその下なんですけれども、えー、もちろんです、ね、これは大体成年後見の場合と一緒で、まああのー、一定の請求権者が家庭裁判所に請求することが必要ですが一定の請求権者は成年後見の場合と一緒です。一緒ってどういういこと本人、身近な親族保護者、監督者検察官。 ほら言えたじゃないですか。こんな形で覚えておけばいいわけです。ただ、その補佐ですから、もうすでに付いている保護者が違ったりすることがあります。けれども、そういう誤差はいいとして、えっ、ー、とそんな形で本人え、身近な親族保護者、監督者検察官といった形で押さえていただければオッケーです。では次です。さあ、その補佐開始の審判があった時にはどういう効果があるかって、形になると補佐人がつけられます。 補佐人がつきます補佐人が保護者ですね補佐人が保護者補佐人という保護者がつくんだ補佐人という保護者がつくんだといった形で押さえていきましょうでは次ですで今度皆さんに押さえてほしいのは非補佐人の能力非補佐人の能力テキスト二十七ページ チェックしてくださいここです被補佐人が図表18に掲げるような重要な財産行為について補佐人の同意を得ないで単独で行った時に限りこれを取り消すことができる、まあ、実際の長文で言うと13条ですがテキストで言うと次のページですが28ページに列挙されてる行為28ページに列挙されてる行為については 補佐人の同同意意がが必要で同意がなければ取り消せる13条に列挙されている行為13条に列挙されている行為で13条に列挙されている行為というのは、えー、ここです、この図表18に書いてあるこれらの行為については補佐人の同意が必要です。でもし 補参人の同意がなければ取り消せます補参人の同意がなければ取り消せますと言った形になっているわけですで、これもまず大きく捉えてほしいんですが例えば未成年者や成年非公権人の場合と様子が違うのわかります成年非公権人や未成年者の場合と様子が違う発想が違う 未成年者、成年非後見人原則できないですよ、未成年者同意がなければできないですよ同意がなければできないですよ同意がなくてもできるものが3つあります同意がなくてもできるものが3つあります例外として同意がなくてもできるものを列挙していました具体的に覚えてます単に権利を得、義務を免れる行為お小遣いやエルヒ許可された営業。 原則未成年者は同意がなければできません。例外として同意がなくてもできます。成年非こけ人同意があってもできません。同意があってもできません。例外。日常生活に関することはできます。つまり、原則できない例外できる。原則できない例外できる。未成年者と成年非こけ人には原則できない例外できる。非補佐人は、 原則できるんです能力が成年非公権人よりありますから原則できる例外同意がなければできない行為の方が列挙されているわけです原則一人でできる原則一人でできるで、同意がなければできない行為の方を例外として列挙しているほら、原則と例外が逆になっているのわかるでしょ非補佐人は原則同意がなくてもできますよ 原則同意がなくてもできますよでもそこに10個列挙しましたけれどもこの10個の行為については10個の行為については同意がなければできませんよって形で例外と原則がひっくり返っていて例外として同意がなければできない行為を限定的に列挙してるんだといった形になるわけです。ただ,だいたい重要な法律行為は 入っておりますから皆さんがこれから民法で勉強するような重大な契約は大体できませんただ一応原則と例外が逆になっていて原則は一人でできるんだけれども例外としてこの13条1項に列挙されていることについては同意がなければできないぞって形になるわけですではちょっと何ができないのかを簡単に確認していきましょうでこの13条は 列挙されてていいいることとについては覚えた方がいいですかと13条に列挙されているものについては覚えた方がいいですかって言ったらこれをまあ覚えてなければ合格できないというわけではありませんがただこここうやって載ってるものについて言われたら確かに列挙されてるなってレベルでは抑えておくと無難ですね。 よしじゃあ13条に列挙されていることを今日、全部思い出せるようにしようとか言う必要はありませんが贈与っていうあ例えば相続の承認とか放棄とかやれたらあ入ってたなとかこんな形で、まあ、言われたら分かる程度にはしておけばいいので、まあ、例えば、一番あの皆さんの基準でいうと、えー、今日とか明日とかこの13条に列挙されている行為上から下まで、えー、5回ぐらい音読してみるぐらいが妥当なところですかね。 でそれは言われたら分かる程度になると,なると思います、まあ、覚えなくていいですけど言われたら分かるとい,いきましょう元本の領収や利用それから借財保証これですね不動産その他重要な財産に関する権利の特創だから重要な財産の売却などは全部同意がいりますそれから訴訟贈与和解仲裁合意 相続の承認放棄遺産分割ですね遺産分割も遺産の山分けですから重要な法律行為に分類されます贈与・遺贈の拒絶負担付きの贈与・遺贈の受託新築・改築・増改築大修繕で短期賃貸借を超える賃貸借つまり長期の賃貸借ですねで皆さんここはチェックしてください短期の賃貸借っていうのは何年かつまり 山林10年土地5年建物は3年同産6ヶ月これを超える賃貸借はできませんってこと山林10年土地5年建物3年同産6ヶ月を超える賃貸借はできないのでその期間以内の賃貸借だったら同意なしにできますよとその期間以内の賃貸借のことを短期賃貸借と言いますがその短期賃貸借だったら単独でできますよということになります。 上から大きい方から山林土地建物動産となりますでそれがまあ順番に数字が10536となりますから東郷三郎なんて形で覚えて頂ければいいかなと思います。 東郷三郎ですね。まあ、人物名ですよ。東郷三郎。東郷三郎、短期賃貸借。東郷三郎。OK でしょうか。ということで、この短期賃貸借ってここだけではなく、何箇所か出てきますから覚えておいた方がいいと思います。サブローですねそれを超えるような賃貸借は短期賃貸借ではないということで。 例えば非補佐人であれば補佐人の同意がなければできませんよ補佐人の同意がなければできませんよ同意がなければ取り消されますよといった形になっていくわけですでは次これはまあ後でやりましょうでえ上記の行為を制限行為能力者の法廷代理人として行うことこれはちょっと意味がわからないと思いますから後で代理のところでお話をしていきます でもう一つ確認してほしいのはこれ13条2項でこの列挙した行為以外でも家庭裁判所が同意を要する旨を指定した行為つまり今10個並んでおりますが同意が必要な行為を増やすことはできます増やすことはできますこれも同意がありますこれも同意が要りますこの人これも苦手なのでって11個目とか12個目とか同意が必要な行為を増やすことはできる ただ、同意が必要な行為を減らすことはできません。すいません。十個同意が必要な行為が列挙されてるんだけど、ちょっとできることもあるので、八個だけにしてもらえませんかってことは許されないんです。審判によって、増やすことはできます。同意が必要な行為を、十一個目、十二個目、十三個目っていうふうに増やすことはできますが。同意が必要な行為を減らすことはできない。八個でいいですよとか、あ、六個で十分ですよっていうふうに減らすことはできないんだ。 といった形で押さえておきましょうであとはその下は成年後継の場合と一緒で登記による公示がされるのとあとは要件がやめば一定の請求権者から補佐開始の審判の取り消しをすることができるんだといった形になっていきます。講義ノーートの5ページ 補佐人の権利補佐人の権利補佐人にはどんな権利がありますかでまず補佐人は13条に掲げた行為のみ同意権があります何でも同意権があ,りあるわけではありません13条に掲げた行為以外は 被補佐人は単独で行うことができますので13条に列挙された行為だけ同意を与えることができるそれ以外の行為は同意なしでもできますから13条に列挙した行為だけ同意権があるんだでそれ以外の行為については同意権がないので注意することって書いてありますで、えー、またのあと被補佐人が補佐人の同意を得ることなく13条の行為をした場合には補佐人はその行為を取り消すことができる あのこれ大丈夫ですか同意見があれば取り消し権,権があるということは同意なしにやっちゃいけないわけだから同意なしにやっちゃったら取り消せるよってことを意味しますよねだから同意見があるから取り消し権もあるって流れです。同意権ががああるから取り消しで。 同意見があるということは事前の同意見だってあるんだから事後的な追認権もあるよねってことを意味します。同意見があるんだから追認権もある同意見があるんだから追認権もあるってことで同意見があるで同じ範囲で取消権がある同じ範囲で追認権があるということを意味しますよね。で次代理権。人はは原則とししして代理権はありませんしかし 補佐佐人補佐監督に,の請求によって家庭裁判所は補佐人に特定の行為の代理権を付与するための審判をすることができますつまり裁判所が代理権をプラスアルファで与えることができます代理権をプラスアルファで与えることができますでこの特定の行為代理権を与えた特定の行為っていうのは13条1項に列挙されているものに限定されません 13条の縛りりはありません13条に列挙されてるものでもいいし列挙されてないものでもいいし、えー、もう本当に代理権については制限なく補佐人に与えることができるんだということですね。ではちょっと見てください。 えっとこれが三十二ページですね。三十二ページ。まず同意権、これに丸がついてます。同意権に丸がついてます。これは十三条の縛りあり、十三条の縛りがありますね。で、えー、追認権も取消権もありますが。 このまず同意権なんですが、同意権はこれ何でもかんでも同意することができるわけではなく、13条の縛り。13条1項に掲げられている行為について同意権がありますから、それ以外の行為について同意権があるわけではありません。13条縛りです。13条縛り。13の縛りって書いてありますが、13条に書いてあることだけ同意権があります。それ以外の行為については同意権がありません。13条の行為のみです。で、 同じ範囲で追認権があるし同じ範囲で取り消し権があります同意権があれば追認権と取り消し権を引っ張ってくるよってことですねでこれは未成年の場合も一緒で同意権があるから追認権と取り消し引っ張ってくるよってこと同意権と同じ範囲で追認権と取り消し権が常に引っ張られるわけですで 同意権に13条の縛りがあるってことは、同じ範囲で追認権が与えられますから、もちろんこれも13条の縛りはあるし、それから、同じ範囲で取消権がありますから、取消権も13条の縛りがあるって形になるわけですよ。よろしいでしょうか。それに対して、代理権。代理権は別個の理屈です。代理権は、付与の審判があれば、丸。これわかります付与の審判があればってことは、 裁判所が与えてくれたらあるってことですからこれ私が図表を作るなら三角にしますある場合もあるしない場合もあるとかですね不要の審判があれば丸不要の審判があれば丸ってことはまあ不要の審判がなければないよってことで まある場合もない場合もありますよってことで三角です。ある場合もない場合もありますよ。別にブレックスルー間違ってるわけではないですがあれば丸ですからね。あれば丸ってことはなければ×なんです。だから三角。ある場合もあるしない場合もあるってことで三角というふうに理解しておくと一番わかりやすいかと思います。では、えー、これが補佐の話でした。 ではテキストは二十九ページに戻ってください。非補助人です。まず非補助人の定義をチェックしていきます。非補助人とは。 精神上の障害により自理弁識能力が不十分であって家庭裁判判所ののの補助開始の審判を受けたものまず、まあ、やはり前半と後半に要件を分けていきますが前半、えー、精神上の障害により自理弁識能力が不十分で2つ目の要件が家庭裁判所の補助開始の審判を受けた。 これが2つ目の要件ですね。ということでまた精神上の障害に関する要件だけではなく形式的な要件として家庭裁判所の審判を受けてよ家庭裁判所の審判を受けてよっていう要件が2つ目の要件として必要となるわけです。また確認してほしいのがこの言葉不十分。 さあもう大丈夫ですね見なくても成年非後見人の場合には各状況非補佐人の場合には著しく不十分非補助人は単に不十分ですしっかり覚えてくださいよだからこういうのは理解するんじゃなくてちゃんと覚えること覚えるって努力を惜しんでしまうと受かりません で、理解は最初するんですよ。こうやって聞いていれば、へえー、なるほどって思いますよね。でも、それを一生懸命暗記の時間とって、覚えているかどうか、覚えたかどうか、それを積み重ねたかどうかです。もう、その努力だけです。この試験っていうのは、ちゃんと努力した方が受かるっていうのは、ちゃんと暗記の時間を取って。それを、ちゃんと時間を取ってやったかどうかです。で受かるかどうかは、一番大きなのはそこです。 だから受かる方っていうのは本当に暗記してますよ、お風呂の中でも電車の中でもいつでも暗記してます、だからしっかり理解した後に暗記の時間を取ること、そこに時間を割くこと、ちょっと覚えてくださいよでは次です、でもちろん、えー、あとはですね大体一緒で、えーまあ、一定の請求権者の請求があること、ですね一定の請求権者、えー、これの請求が必要になります。本人 親族保護者検察官ですねそれの請求があることが必要ですで今回こちら重要な要件試験に出るのがこちらです本人以外の者の請求によるときには本人の同意が必要です本人が自分で請求するのであれば ok ですが本人以外の人が請求するならば本人の同意が必要本人以外の者が請求するならば本人の同意が必要ということをしっかり押さえておいてください なぜかというと確かにいや能力が不十分だから保,保護者つけてあげよう能力が不十分だから保護者つけてあげようって発想はよくわかるんですけど能力が不十分ってことは至って普通の人ですみんな能力なんて不十分ですから私だってそうですあじゃあじゃあ非補助人の要件満たすかって言われたら満たす可能性だってあるわけですよ。 で本人以外の人が「いやあの人なんかいろいろ苦手なことがあってみんなほら苦手なことあるじゃないですか私もありますよ」で苦手なことがある時に「あの人は苦手なことが多いから人付き合いも苦手だし」とか「苦手なことがあるから能力不十分じゃないか」「じゃあ補助人つけよう」ってなって勝手にやられてしまうといやこっちだって能力不十分なの分かってるけど一生懸命生きてんだからいいじゃんってなりますよね。本人の意向が重要なんですよ。能力が不十分ななんんてみんなそうだから でそれでどうにか自分をごまかしながら生きてるじゃないですか。でそれでいいんですよ。それ勝手に保護者つけられていや、君は苦手なこといっぱいあるねいや、でも頑張ってるからいいじゃんって話ですよね。だからこんなのはみんなそうです。私だってなんか能力不十分って言われたらそうで例えば法律の本とか,なんかすぐ見たら買っちゃうしあのよく家に同じ本が3冊とか4冊あったりするんですね。つい最近でもなんか 足部先生の憲法手本がなぜか女子版が4冊ありましたからいつ買ったんだろうって自分でもわかんないぐらい能力不十分なんですけれどもですからそんな形で能力不十分だと言われたらみんなそうですよですからそれをじゃあ能力不十分だから保護者つけて保護してあげようつしたら余計なお世話だよっていうことが多いわけですということで非補助人っていうのは不十分ぐらいみんなそうだとで本人がそれでいいんだと思えばいいんですだから本人の同意がなければ勝手に開始はできません 本人の意向を重視しますよろしいでしょうか私が一番苦手なあれですねセブンイレブンでなんか美味しそうなコーヒー頼む名前がいつも覚えられないしレジ行くと名前載ってないしでコーヒーくださいっていつもなんか 安い方のコーヒー出されちゃうんですけれどもそういう誰でも苦手はありますよねいう話です。ブルーなんとかとかいつもなんか覚えようと思いながらもまあ、いっかと思って買えないんですけども、まあ、高いコーヒー買えないっておかしいですよね向こうからしたら経済的損失ですからちゃんと買えるようにしてほしいんですけれどもまあいいとしていきましょうえっということで、えー、と非補助人のお話です。で 非補助人で大事なのは30ページテキスト30ページのテキストでここをほら補助開始の補助開始の審判えこれの後にもう一つ実はセットなんですねこれセットセットでセットで な他にも審判が必要なんです補助開始の審判だけででで終わりではないんですこれが他のと違うところで補助開始の審判を受けたあとにもう一つ審判が必要になりますでこちら先見ちゃいましょう補助開始の審判の効果として非補助人には補助人が必ずつけられますでこちら家庭裁判所は補助開始の審判とともに同意権または代理権の一方または双方を付与する旨の審判をしなければいけません これどういうことかというと補助開始の審判はしますよね。補助開始の審判しますよねただこれだけで終わりじゃないんです。なぜかというと補助開始の審判の効果としては補助人がつくだけ補助人がつくだけ。で補助人が何ができるかは一切決まってないんですよ。補助の場合にはさっき言ったようにもういろんなもう能力不十分というのはもう普通の能力ありますから。 もう補助人にに何しててもらうかっていうかいいのは個別具体的に決めていくんですだから今までの未成年者や成年非後見人や非補佐人と違って補助人の能力は補助人の権限は補助人が何をサポートするかは個別具体的に全部審判で決めていきますだから補助開始の審判するだけでは補助人が何ができるか決まんないのでこの3つのどれかやるまず補助人に同意見与えたければ同意見付与の審判をする。 で代理権与えたければ代理権付与の審判をするその両方与えたければ同意権と代理権の双方付与する審判をしますこういうことなんですだから補助開始の審判だけで終わることは絶対ありませんそれだけでは補助人が何をするか何も決まってないのでつまりこれは全部補助人の権限はオーダーメイドってことです だからどれかの審判をして補助人の権限を決めていくということになりますで、ここで皆さんに押さえてほしいのはこれです同意権の付与の審判したら補助人に同意権しかつかないのかというとそうではありませんこれも皆さんわかりますよね同意権付与の審判をして補助人にどんな権限が与えられるかといったら同意権ですよでもそれだけじゃない同意権は何を引っ張ってきますか 同意権を与えたら同意権を同意,を,同意権を補助人に与えたってことは同意をしないと本人ができなくなりますで同意をしないのに本人がやっちゃったら取り消せるってことになるから同意権を付与したら当然取り消し権も付与されますで当然同意権は自己的な同意も含んでますから追認権も付与されますで次に代理権は代理権だけ与えられます でもちろん同意権プラス代理権付与したら四つ全部与えられます。補助人はこの三タイプがあるってことですよね。だから全部補助人の権限はオーダーメイドなんです。でここで覚えてほしいのは次こちらです。同意権は十三条一項の一部。つまり。 非補佐人の時に13条に10個行為が載ってますがその一部について同意権を付与することができるにすぎませんもう13条のメニューの中から選ばなければいけないだって同意権を与えるってことは同意がなければできないってことを意味しますが能力が、えー、非補助人よりあるのに非補佐人だって単独でできることが非補助人が単独でできないのはおかしいですよねですから、えー、13条1項の こちらのメニューの中の一部こちらのメニューの中の一部から同意が必要な行為を選ばなければいけないあこいつとこいつとこいつとこいつみたいねでそれを全部同意権与えたければそれは補佐を使うべきであってあくまでも13条1項のこちらのメニューの中からその一部を選択してそれを同意必要な行為にすることができるわけです同意権を与えたということは、まあ、その同意権与えられたことについて 同意がなななければできなくなりますだからここもチェックしてほしいんですが、えー、補助人が同意権を有するということは補助人の同意なくして非補助人の行った行為は取り消しができるよえつまり本人は非補助人は同意権を与えた分だけ一人でできることが減ります同意権を与えたものについては一人でできなくなります同意がなければできなくなるし同意がなしにやってしまったら取り消せるということになります。 で、次にこれ確認してほしいんです。代理権補助人に代理権を与えた時にはどういう効果があるか、補助人に代理権を与えた時にはどういう効果があるかって言うとどういう効果あります。補助人がある行為を代理で行うことができる補助人がある行為を代理で行うことができるようになります。例えばある行為があるとします。その行為を補助人が代理で行うことができるんです。 その行為って本人人もでででききるると思いますす補助人できるんですよだってほら同意権与えてないから代理権しか与えてないってことは本人が同意が必要な行為は一つもないってことだからこの場合は被補助人は単独で完全に有価な行為をすることができる取り消すことができる行為はないただ代理人ににやっっててももらうううことでできるようになるよなだけです本人も相変わらずできるんだけれども代理人もできるようになるってことです だから非補助人の保護者である補助人に代理権だけをあげましたってことは本人は実は何でもできます。何でもででもきる上に代理でやってもらうこともできるんです例えば不動産の売却は本人苦手だなじゃあ代理人つけとこうっていうことで代理人がやってあげようってことができるようになるわけですよね。 ただ本人も同意権がないから自分でやっちゃっていいん,いいんだけれどもちょっと苦手だからやってほしいなって時に代理人がいると楽じゃないですか。こういうことなんですよ。あの苦手なことって別にちょっっとと人にやってもらうと助かりますよねですからあ苦手なことだからやってもらうとありがたいって意味で代理権つけるんですよ。ただ本人の能力は制限されてませんから同意見与えてないってことは。でこれがよく意味がわからないっていう質問があるんですけど、えー、代理権っていうのは。 例えばいちいち頼まなければ代理人って普通いませんからねそれをこの人が例えば不動産売買とかいつもやってるような人であればそれにいつも代理人がいるって安心感があるわけですよ。 苦手ななことにいいつででももも頼まないでもやっっててらえるる安心感があだからそういう意味があるんです本人が別に同意がないとできませんとか同意がなくやっちゃったら取り消せるってまではそこまではやってもらう必要はないんだけどちょっと常に代理人がいてくれるとありがたいな、えー、本人の能力を制限するわけではないけど代理人がいるっていうことで助かるというそういう制度これが代理権だけを付与した補助の制度って形になります。 ってことは代理権だけ与えたときには本人はできないことありますないですよねだから代理権だけが付与された非補助人補助人の権限として代理権の付与の審判だけをしたつまり同意権を与えてない場合の非補助人は完全に能力あるので実はこれ非補助人だけれども制限行為能力者でではないんですあ。6本見てもらうと。 13条の第10号13条の第10号を見てください13条の第10号あの合格六法の方は括弧が読み飛ばしやすいように色がついてると思いますがその括弧の中ですその括弧の中に定義が書いてあります何で13条にあるかっていうと13条に初めて制限行為能力者って言葉が出てきたのでそこに定義を入れてるわけです え法律は1条から順番に並べてありますから一番初めに出てきた時に定義を入れるんですそうすると13条1号に全覚悟にかける行為を制限行為能力者って言葉がここで初めて出てきたのでそこで定義を入れてますが括弧の中未成年者成年非後見人非補佐人および17条1項の審判これ同意の審判です同意権を付与する審判を受けた非補助人つまり代理権付与の審判を 受けけただけの非補助人は制限行為能力者に含んでない非補助人というとあそれはね、制限行為能力者っていうのは未成年者、成年非後見人、非補佐人、非補助人なんて4タイプがあるようなとて話をしますが非補助人っていうのは必ずしも実は制限行為能力者に入らないことがあるわけです。同意権の 付与の審判をした場合には制限行為能力者扱いですが代理権付与の審判だけをした保護者に代理権を付与するだけの審判をした場合の非補助人は制限行為能力者とは言わない制限行為能力者には含まないってことを押さえておいてください本人は完全に何でもできるんです では次同意権と代理権を付与すればこれはもう今の、えー、複合ですね。でここです、上記すべての審判について本人以外のものの請求による場合には本人の同意が必要これもまとめて覚えていただければいいんですが補助の場合にはどんな審判するにも本人の同意が必要です。だから 開始の審判もそうだしこの何とか付与の審判もそうですがもうとにかく、この補助系の審判に関しては本人以外のものが請求する場合には本人の同意が必要だという形で本人の意向を反映するんだということをしっかり押さえておいてくださいえではちょっと足しておきましょうえこの辺りチェックしていきます。 カカタカナの、e、ですね家庭裁判所は一定のものの請求により13条1項に定められている行為の特定の一部について補助人に同意権を付与するためのに審判することができると一部についてですで。先ほど見た通り本人以外のものの請求によってこの審判をするには本人の同意が必要となります。でまあ、日常生活に関することは 成年後見でも一人でできるわけですから補助も一人でできますで次カタカナのロです、えー、補助人が同意権を有するときにはその同意なくしてなされた特定の法律行為については補助人に取り消し権が認められますこれも先ほどやりました で次、家庭裁判所は一定のものを請求により特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができますでもちろんこれも審判ですから本人以外のものを請求によってこの審判をするには本人の同意が必要になりますで次もチェックです代理権の対象となる行為は13条1項の所定のものに限定されません 同意権は13条1項の一部に限定されますが代理権はそれ以外でも結構です代理権はそういう縛りはありません13条の一部縛りはない13条の一部縛りはないってことですよろしいでしょうかでは、えー、と最後にまとめておきます 32ページを見てくださいまず同意見があるかどうかですが同意見の付与の審判があれば丸です、まあ、つまり付与された分だけある付与された分だけあるということはまあ言ってみればある場合もない場合もありますが三角ですよねで、えー、と次はこれ追認権追認権は同意見の付与の審判があれば丸 で、それから、えっ、ー、と、取り消し権はあ、同意権の付与の審判があれば、丸ってことで、これは何を意味してるかっていうと、これはもういつもやりましたね。同意権が同じ範囲で取り消し権と追認権を引っ張ってきますから、同意権があれば、同じ範囲で追認権があるし、同じ範囲で取り消し権があるってこと。 同意権を与えた例えば3個の行為について同意権を与えたらその3個の行為について同意権と追認権と取消権が存在するんだってこと同意権が追認権と取消権を引っ張ってくるんだよという発想でほらこれこれもこれもこれも抑えられますよね同意権があれば追認権と取消権を同じ範囲で引っ張ってきますですから 補助開始の審判の時には同意権の付与の審判があれば同意権がありますが同じ範囲で追認権と取り消し権も引っ張ってくるんだと言った形になりますでえっとこうしましょうかこの三つについては十三条の の一部に限定されますもう13条縛りどころかその一部に限定13条の一部に限定です13条のメニューの中からもうその一部について同意見を与えるんだということしかできませんそれ以外のものに同意見を与えることはできないよといった形になります。でもう一つ 付与の審判があれば代理権を与えることもありますが、これも代理権は与える場合も与えない場合もありますから、三角ですね。ただ、この三角はこの下とは区別されます。この下は三点セットですが、代理権は別ですからね。で、しかも、この代理権は。十三条の縛りなし。十三条の縛りなしです。代理権については十三条縛りはありません。 代理権については、十三条縛りはありません。よろしいでしょうか。そんな形で押さえておいてください。で、えっ、ー、と、最後にですね。 成年後見それから非補佐非補助の関係を少しまとめておきたいと思いますが例えばここに時系列があります、まあ、その辺にメモしていただければいいですが時系列がありますでこれが成年後見です成、まあ、年非後見人成、まあ、年非後見人っていうのは できることはほぼゼロまあ日常生活に関することは除くとしてできることはほぼゼロ全部代理でやってもらう同意があってもできることがないということが原則ですよねで補佐非補佐人非補佐人は13条1項に書いてあることだけ できませんそれ以外はできます。ということで10個ぐらいは自分じゃできないよという形になります、まあ、できないことが10個としておきましょうかできないことが10個で次補助非補助人 非補助人は何でもできます。だからできることは、えー、まあ百としましょうか。あのごめんなさいちょっと逆にしましょうか。非補佐人は。 何ででででももかんでもできないですよねだからもうできないことが無限大とできないことが無限大としましょうかで非補助人はできないことがゼロですできないことがゼロ、まあ、こんな感じですよね。非補助人はできないことがゼロで、えー、非補佐人はできないことが10で生年非保険にはほぼできないと日常生活に関することがはできないという形になりますで。これを皆さんは なんかこう断続的な制度でいやーこの中間の辺りだと使いにくいなというふうになるかもしれませんが実ははそうでででななないんんすす連続的な制度なんです例えばどういうことかっていうとできないことを1個2個3個4個と増やしたければその辺りは対応できるんですどうして非補助人の補助の審判で同意見が必要な行為はほ、えー、と審判で増やすことができますからねつまり同意見は13条1項の一部。 13条1項の一部だからこの10個全部は無理だけどこの手前までは同意権増やすことができますからいや少し同意権必要なんですけどゼロではなく少し必要なんですけどいやもうちょっと必要なんですけど9個必要なんですけどでという場合にはこの補助の審判で同意権の必要な行為をここの手前までは増やせるんですよだからこの辺りは補助の制度でカバーしているこの辺りは補助の制度でカバーしている,でてるんです で先生じゃあ同意が必要な行為を20個とか30個とか増やしたければどうすればいいんですかというと皆さん13条2項思い出して何かありましたっけ補佐開始の補佐で補佐で同意が必要な行為は原則13条1項の10個に限定されてますが13条2項で13条2項でつまりえテキストの えと28ページのところで13条2項が図表の一番下にあって同意が必要な行為を審判で増やすことができましただからこれも増やすことででででカバーできるんですよだから同意が必要な行為を12個13個14個15個って増やすことができるわけですだからこの辺りは補佐でカバーしているというわけで実はこれかなり連続的な制度で結構フレキシブルに使えるんですねで、えー 補助の制度は原則同意権を与えなければ何でもかんでもできるんだけれども同意権を13条1項の一部まで増やすことができるのでこの辺りは補助でカバーしているしで13条1項の10項の行為についてえま,あまずはえーノーマルのタイプのであればあ補佐でカバーしているんですがもし同意が必要な行為を増やしたければ13条2項で同意が必要な行為を増やすことができますからこの手前までは。 非補佐人でででカバーできるんですってことはここからここまで全部実はこの貢献の制度でカバーできるんだ補助の制度でカバーしてるよ補佐の制度でカバーしてるよって形で実はかなり連続的な制度で個別具体的などの人にも使いやすい制度として設定されたんだということが分かっていただけるとお理解がいいかなというふうに思います。 よろしいでしょうか。ということで今日はここまでにしましょうで次回はこの続きのところからお話をしていきたいと思いますからあこの1貫目のテキストさらに続きのところからお話をしていきます後見の話ですね成年後見の話がもう少し続くのと今度は法人の話だとかあそちらの方に進めていきたいというふうに思いますではここまでにします。今日やっったところしっかり今日中に理解 テキストの復習をしておいてくださいテキストでチェックしてなかったところまで逐一読む必要はありませんこのブレイクスルーテキストは辞書的な扱いですからチェックしなかったところまで丹念に読まなければというと時間がいくらあっても足りませんだからチェックしたところの下に理由が書いてあってまあ、ここも読むと分かりやすいなってところは読んでもいいですがそれ以外チェックしてないようなところまでもう満点取りたいから全部やりましょうという時間はありません今あるかもしれないけど科目が11科目ありますからそれを全部やることはでき それを見越してお話をしていますですからテキストでチェックしたところを復習する携帯司法書士の該当範囲をしっかり暗記する携帯司法書士の該当範囲をしっかり暗記するで携帯司法書士に載っている問題は必ず次回までにやってくるで春生で少し講義が立て込んでおりますからもうそこまでで精一杯だと思いますしっかりそこまでやっておいていただければと思いますで携帯司法書士に関しては、えー、っと2ページ第1課ですねこの第1課の第課 一番下のところ第2課の一番下のところの7番ですね第1課の一番下の7番のところはやっておりませんが、まあ、それ以外のところは1課それから2課それから3課。 のところまでお話ができておりますので、えー、1か2か3か四角の1、四角の2、四角の3つまり7ページのところまでは2ページの一番下の括弧7番の知識を除けばできるかなと思いますからその部分をしっかりこなしておいていただければと思います。それれででではは今日はここまま終わりにししししょう。よくく復習をてておおいてください。ださ疲れ様でした。